の時間あるあるおっしゃってました、ね、あ、私が振ります、あの事前のお知らせした後に。よし、多分これでライブにできてるのかな。多分ラグが15秒ほどあるので。あ、いい感じ、始まったみたいですね、ストリーミング。皆さん YouTube 開いてますか今。大丈夫そうですか。よし、じゃあ。結構ラグがあります。そうですね。一応まだ2分ほど時間があるので、まあ、時間になったら始めるという感じでいこうと思います。結構入ってきてるみたいですね。よし、じゃあ時間になったみたいなので始めていこうと思います。待ってくださいね。すいません。テクニカルな問題が。はい、じゃあ説明会始めていきたいと思います。ちょっとオーディエンスがいないところでやるのも変なんですけども。今私のスクリーン見えてますかね。はい、ではじゃあ、2020年夏季の、海外大学院留学説明会の全体総合説明会を始めていきたいと思います。私は、現在ノースウェスタン大学でバイオメディカルインフォマティクスの PhD に在籍しています。デニス・サヤと申します。登壇者の皆さんの自己紹介は後ほどやるので、またその時にも詳しくお話ししたいと思うんですけれども、まず最初にですね、5分10分ぐらいかけて、何個かお知らせがあるので、そちらを最初にしていきたいと思います。まず、事前配布資料っていうものを米国大学院学生会で用意しておりまして、米国大学院学生会のウェブサイトに行っていただければ、ちょっとスクロールすると、出願の準備だとかそういうことに関する情報が載っている事前、配布資料にアクセスしていただけますので、そちらもぜひよかったら皆さん見てみてください。で、本日の流れ、説明会の流れなんですけれども、先ほど言いましたように、最初の5分10分ぐらいかけて私が開会と活動の紹介をさせていただいて、でそこから第1部の講演会に入っていきます。で、講演会では、南出さんと斉藤さんがそれぞれ、学位留学にまつわる経験について講演をしていただきます。
でその後はですね、第2部パネルディスカッションということなんですけれども、残り3名の登壇者がそれぞれ進行しながらパネルディスカッションをしていきます。でパネルディスカッションが終わった後はもともと懇親会が予定されていたんですけれども、ちょっと事前登録の数がかなり多くなっちゃって懇親会は難しくなったので、このそのまま YouTube に残ってインタラクティブに質疑応答ができるような時間を設けています。でもちょっとなんか個人的な質問をしたいだとかあれば、質疑応答の時間にぜひ皆さんしてみてください。で質問に関してなんですけれども、今回はオンラインのフォーマットということで、スライド .com というプラットフォームで質問を受け付けています。スライド .com に行っていただいてイベントコードを入力していただくか、今ここに出ているQR コードからアクセス多分うまくいけばできると思うので、ぜひ皆さん今 QR コード読み取ってみてください。あと YouTube の概要欄にもスライド .com のリンク貼ってあると思いますので、多分そちらからもアクセスしていただけると思います。で質疑応答に関してなんですけれども、皆さん多分今コロナに関するいろんな状況もあって、例えばビザだとか各大学どんな今後方針でいくのかとか気になっていることたくさんあると思うんですけれども、今回の説明会ではそれぞれの例えば大学院だとかそれぞれ各国の政策が今後どのように転じていくかなどに関しては質問は多分お答えすることはできないような感じになってしまいますので、そちらだけすいませんがよろしくお願いいたします。 QR コード読み取れそうですかね。どうやったら皆さんが読み取れているのか分かるかな。質問あったらどんどん書いていってください。はい、それでは米国大学院学生会、この説明会をオーガナイズしている団体について活動紹介をしていきたいと思います。米国大学院学生会の主な活動は2つに分けることができて、一つ目は留学説明会ですね。毎年夏と年末に大体開催していて、過去20大学113回の開催実績を誇る説明会となっています。今年はですねコロナのこともあって全会場がオンラインでの開催ということになっています。で、全体総合説明会、今日行っている説明会のに続いて明日からまた各大学別の説明会も行っておりまして、そちらもぜひチェックしてみてください。で、2つ目 の, 活動はニュースレターのブログを運営していることです。こちら米国大学院学生会のウェブサイトからもちろんアクセスしていただけるんですけれども、いろんな方の留学経験をブログ形式で紹介したりだとか、トピックに関しては、英語の勉強から出願から大学院生活がどんなものか、また就職活動はどんな感じなのかとか、いろんなトピックを扱っていて、で今回の説明会での登壇していただいている皆さんの記事も多分今後掲載されていくので、ぜひ皆さんこちらもチェックしてみてください。で、学生会はですね、今後も説明会の情報などを、ソーシャルメディアでも発信していきますので、ぜひ皆さん Facebook、Twitter、YouTube チェックしてみてください。で、今回の説明会とですね、米国大学院学生会の活動は、船井情報科学振興財団の皆さんからのサポートによって可能となっています。で、船井財団はですね、海外大学院への学位留学の奨学金もオファーしていて、ここにも書いてある通り返還義務はなしで、支援は2年間授業料全額負担と、生活費また医療保険の、カバーなどがあるので、ぜひ大学院留学に興味のある皆さんはこちらの奨学金の方もチェックしてみていただき、してみてください。で財団の活動についてなんですけれども、小学生の方は夏は海外、冬は東京で交流会を毎年開催しています。財団のページから留学報告書などもチェックしていただけますので、ぜひそちらも見てみてください。はい、学生会の説明はここまでなんですけれども、今回海外大学院の留学の支援団体のエクスプレーの紹介もちょっとさせていただいています。
こちらに出ているようにコアメンバー、その活動のコアメンバーは欧米の大学院の現役生や卒業生の方が集まって支援を行っています。でエクスプレーンの活動は主に2つあって、1つは世界を知る、でもう1つは世界とつながるということになっています。で世界を知るっていう側面に関しては、大学院の留学総合サイトを運営していて、米国 PhD 生100人アンケートだったりとか、出願対策に関してとか、いろんな情報の共有をしているので、そちらを皆さんぜひチェックしてみてください。で、世界とつながるっていう側面に関してはですね、受験者と留学の経験者をつなげるコミュニティの形成を行っておりまして、こちらのプラットフォームは Slack になります。で現在参加者はもう600人を超えるような大規模なコミュニティが出来上がっていて、でオンライン交流会もこれは来週ですかね、開催されることになっていますので、皆さんぜひ Explain の方も、検索してチェックしてみてください。はい、すいません、事前のお知らせがかなりちょっと長くなっちゃってるんですけれども、最後にですね、説明会後に、事後アンケートも皆さんにぜひお願いしていますので、今出場していらっしゃる皆さんはですね、YouTube の概要欄からも、事後アンケートアクセスしていただけますし、あとは米国大学院学生会 の、 ウェブサイトからもアンケートアクセスしていただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。そうですかね、はい、それではですね、説明会の方に入っていきたいと思います。すいません、かなり前置きが長くなっちゃったんですけれども、あ、質問していただいてますね。はい、それでは、自己紹介の方に移っていきたいと思います。で先ほども言いましたように、こちらの QR コードからスライドの方のプラットフォームにアクセスしていただけますので、ぜひ皆さんやってみてください。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは、自己紹介の方に入っていきたいと思います。はい、じゃあ南出さんからお願いしてもいいですか。こんにちは、ご紹介ありがとうございます。と南出と申します。今東大の助教をやっていて、でもともとペンシルバニア州立大学というところに留学して PhD を取って、で NASA とかの勤務を経て今のところに来ています。詳しくは後ほど自分の講演で紹介するので、ここで譲ります。一番最初の講演を担当します。よろしくお願いします。あとすいません、さっきちょっと言い忘れたんですけれども、スライドのプラットフォームはですね、人の質問にいいねをすることができるようになっているので、もしこの質問答えてほしいなとかいうのがあったら、視聴者の皆さんぜひどんどんとかしてみてください。はい、じゃあ次、じゃあ斉藤さんお願いしてもいいですか。はい、聞こえますか。僕斉藤由紀亜と申します。今はカナダのバンクーバーにあるブリティッシュコロンビア大学というところで物理学の博士課程にいます。後での講演もあるんですけれども、ぜひカナダの大学院について皆さんに知ってもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ阿部さんお願いします。はい、はじめまして、阿部祐樹と申します。私は、アメリカには学部生の頃から来て、大学 の、 学士号もアメリカで取得しました。でつい先日ですね、先月っていうか2ヶ月前に5月にニューヨーク大学っていうニューヨークシティにある大学で国際教育のマスターを取得しました。なんか修士号とかに関する質問とかあったら、ぜひスライドに送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ木原さんお願いします。皆さんはじめまして、ブラウン大学の、社会学 PhD 課程に在籍している木原盾と申します。僕は2017年の9月から、博士生課程を始めて、次の9月でちょうど博士課程4年目になります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、で先ほども申し上げましたけど、私は、デニス・サヤと申します。今はノースウェスタン大学で PhD の1年目なんですけれども、学部は東京大学で農学部を修了した後に、アメリカで研究員として2年ほど働いてから、去年満を持して PhD を始めました。よろしくお願いします。
1個来ている質問でですね、発表スライドは、後日ダウンロードできますかというものがあるんですけど、これは多分できるということで間違いないですよね、南出さん。はい、そういうことになってますので、お願いします。はい、それでは、何か他にありますかね、南出さん、大丈夫そうですか、追加などあれば。大丈夫だと思います。はい、それでは、説明会に入っていきたいと思いますので、南出さん、プレゼンテーション、よろしくお願いします。はい、こちら見えてますかね、大丈夫ですか。 OK ですではご紹介いただきありがとうございます。南出がまず最初の講演をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、でまず最初にこの会を準備してくれたデニスさん、あとスポンサーいただいている府内情報革新講座団、あとこの会を共有していただいたり、あるいは準備に出さってくれた全ての皆さんに感謝の意を申し上げたいと思います。ありがとうございます。さて、先ほどちらっと説明したのですが、僕は現在今東大の、工学系研究科社会基盤専攻の助教をやってまして、もともとはペンシルバニア州立大学というところの気象学科で PhD を取りました。でその後に NASA のジェット推進研究所 JPL というところでボス属をやって、現在は東大の助教とその NASA の外部研究員を兼任しています。でタイトルとしまして、日本の一匹の蝶が世界中でハリケーンを引き起こすかっていうふうに書いてるんですけど、何なんだこれ、わけわからないなって多分皆さん思っていらっしゃると思うんですね。でこれバタフライエフェクトって言葉皆さんご存知ですかね。もともと MIT の気象学者エドワード・ローレンツ博士が提唱した概念で、もともとの言葉はブラジルの一匹の蝶の羽ばたきがテキサスでトルネードを起こすかっていう、まあ気象のカオス性を表す言葉なんですけれど、で僕も気象学者の端くれとして今回は日本から海外に羽ばたいていくための留学説明会ということで、それをもじってちょっとこんな感じのタイトルにしてみてみます。よろしくお願いします。さてでまず最初にちょっと全体的なターゲットを説明させていただきたいんですが、この説明会はあと海外大学院への学位留学というものを主にターゲットとしてしています。でこれは多分皆さん聞いたこと、もしくは考えたことがあるかもしれません。交換留学であったり語学留学であったり MBA といったものとは異なる、実際海外の大学院に実際に正規で進学するようなオプションです。でん、なんだそれは、ちょっと聞いたことないなとか、あるいはあんまり知らないなと思った方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、それがまさにこの説明会をやっている理由でして、多分他の選択肢、他の留学の選択肢、あるいは、大学を卒業した後にの選択肢として国内の大学への進学とか就活とかあると思うんですけど、そういったものに比べて多分あんまり知られていないと思うんですね。だからこそそれを知ってほしいんです。皆さんに知って、その国内の進学、大学院であったり就活に代わる第三の選択肢で検討できるようになってほしいと思ってます。これ別に皆さんに行けって言ってるわけではなくて、例えばそれを知ったからこそ行きたいっていう人はぜひ行ってほしいと思います。でも同時に何でしょう、知ってたら行ったのにみたいな人を減らしたいんですね。でさらに言えば、行かないっていう選択をするにしても、その知ってた上でいろいろ検討して、やっぱり自分に留学は向いてない、海外大学の留学は向いてないなと思って辞めるっていうのもまあ一つありですけど、ありですし、でもそれと知らないから行かなかったっていうので本質的に大きな違いがあるので、できるだけやっぱその選択肢を知って皆さんに検討してほしいという意図を含めてこの会を開催しています。で本日は結構概要といいますか、特に大学に関係しない話をするんですけれど、明日もいっぱいいろんな各大学に基づいた、あるいは連携した留学説明会もありますので、各大学に所属している皆さんはもちろん、所属していない皆さんもぜひ参加してみてください。ご自由に参加してください。で、本講演はその中でも、僕はずっとアカデミックにピュアにキャリアを築いて進めているので、その一例についてご紹介したいと思います。はい。で、まずは自己紹介から始めさせていただきたいと思います。で、これ、遡ってたらちょうどいいツイートが、これ1年前のツイートなんですけど、があったので、これちょうどいいやと思ってこのまま引っ張ってきました。これ僕のツイッターアカウントなので、よろしければフォローしてください。で、今日は、僕今、NASA で一旦働いて、留学を経て NASA で働いて、で、東大の助教になってるんですけど、一体どういうようなことをしたら、どういうふうなプロセスを取ったらそういうところに働けるんだみたいなことを興味がある皆さんも結構いらっしゃると思うので、本日は結構そういった話をメインにしていきたいなと思っています。でまずはどういうところから始まったんですけれど、まず
このあたりから始めます。で、18歳になって東大に入ったときに、世界中の人々に力、世界中の人々の力になりたいって夢を描きました。ちょっとこれ笑っちゃいません？すごく我ながらなんか調子に乗ってるなというか、結構身の程知らずな大きな夢を描いたもんだなと思うんですけれど、関西から出てきて東大に合格して受かって、結構なんでしょう、大きな夢を描きたくなったんだと思います。でまだそんな真面目に聞かなくて大丈夫なんですけれど、本日はこの結構若造が描いた、まあ、今でも若造なんですけど、若造が描いたなんか身の程知らずの大きな夢をちょっとずつ実現していく話なので、よろしければお付き合いいただければ幸いです。で、世界中の人々の力になりたいと思った上で何をしていったかなんですけど、当時は、国際貢献とか協力国際開発とか結構前世の時代で、途上国に行ったり、あるいは社会企業を立ち上げたりみたいな方がたくさんいらっしゃった。今はどうなんでしょうかね。今の学生さんたちってどんなことに興味があるんでしょう。とりあえず、当時はそういうのが伝説の時代で、ね、それの例に漏れず僕も NGO で働くの面白いんじゃないかなと思ったんです、まず最初に。で、フィリピンの開発 NGO にインターンしたり、スイスで自然保全のボランティアに行ったんですけど、これ実際にフィリピンに行った時の写真で、子供たちに本とか読んであげてたんですけど、分かりにくいかもですけど、これが僕です。で、はい。で、そうですね、いろいろやってたんですけれど、で実際こういった活動もすごく大事、すごく意義があるものなんですけれど、どうやらこれまだ10代なので、僕もどうやらまだがめつく強欲だったみたいで、もちろんこういった活動はとても意味があるんですけど、これ自分がいる場所しかダメじゃないですか。自分がいる時間とか場所を超えても、超えてそれ以上にいろんな人に働くっていきたいって、いやもう強欲の極みですよね。そうやってどんどんなんか夢を大きくしていったんですね。ね、そうすると、おそらくね、こういったものではなくて、自分に向いてるのはもしかしたら物を通じた、あるいは社会とか都市とかを通じた工学的なアプローチかもしれないなって考えたんです。で、東大だと、自分の専門選択がちょうどこの時期にあるので、社会基盤学専攻というところに進学しました、工学系の。それ今僕は助教をやってるところなんですけれど、社会基盤学ということで、インフラを主にやってるところです。まあ、土木系の学科です。で、土木系、インフラといえば、インフラの結構典型的な応用例の一つとして、堤防であったり、あるいは、治水であったり、河川の治水であったりといった災害に関するものがあるんですけど、そういったことを学ぶために、結構いろんな災害支援活動にこの時期は携わりました。で特に皆さんも記憶に新しいと思います。東日本大震災であったり、でこれ実際に1ヶ月後にレクレンタカーに僕もボランティアに行ったんですけれど、あるいは、こっちはもうちょっとファミリアじゃないかもしれませんけれど、フィリピンでもすごく甚大な台風の災害などが発生しました。で実際たくさんの被害を耳にしましたし、目にもしましたし、でこの時に思ったのはですね、もう絶対にこんな悲劇を見たくないというふうに自分で思ったんです。で誰にもどんな人にもこんな悲劇をもう見てほしくないというふうに思ったんです。と同時にそんなふうに思ったにもかかわらず、で何かしたいっていうふうに思って、こういった支援被災地に赴いているにもかかわらず、何もできないような自分というのがとても悔しかったのも覚えています。でそこからしばらく考えてたんですよ。じゃあ一体どうしたらこういった悲劇をもう見なくて済むのかとか、もう見ないで済むような世界、もう災害の悲劇、災害のダメージがない世界っていうものを実現するためにどうすればいいのかっていうと、根本的なのはですね、事前に知っておくっていうのがいいんですよ。つまりですね、一旦発生してから逃げても、結構シミュレーションとかもしたんですけど、発生してからに災害が発生してから逃げるって言っても、どうしても亡くなっちゃう人が出てきたりもするんですけど、それがもし1時間前に動けたら、2時間前に動けたら、半日前に動けたら、すごく効果的にその被害を避けることができるんですね。だからその前提を覆すためには、その予測精度をもっと向上していくのが一番効率が良さそうだという時に、その時に考えました。で同時にそういうのがまだ研究ができる余地があるんだっていうのも結構面白いなと思ったんですけど、なのとすると、最初は攻撃的アプローチが良さそうだと思ったんですけど、どうやらまず最初に、それよりも僕は自然現象の理解、これもっと理学的な研究にあたりますの方がやってて面白そうだなっていうふうに感じまして、でそっちに、ね、移ることにしました。ということで、研究をしていくということで、NGO とかも全然違う話になってくるんですけど、なので、ここから大学院進学をすることにします。で、大学院に行く、先ほど冒頭で紹介したように、僕も国内だったり、海外大学院だったり、いろいろ検討したんですけれど、その中でも、海外大学院を選んだ理由として、この3つぐらいの理由を
紹介したいと思います。まず何よりも世界中からトップクラスの学生たちが集まってくる、その環境に何よりも惹かれました。これ例えば、これ実際に僕が行ったペンステイトの研究グループなんですけど、僕これですね、結構髪が長い、なんかみんな僕やって立ってますけど、実はこの一人一人が結構この各地の各国のとか各地のトップクラスの大学院とかのトップクラスの人材だったりするわけですよ。でそういった人たちが一堂に会してで一緒に切磋琢磨する、でお互いに競い合うだけではなくて、もちろん研究一緒に大学中もそうですし、その後も結構一生ものの絆あるいは関係が続いていくって最高の魅力だと思います。でさらにですね、さらにそういった研究ですごくサポートも充実してたんです。でここお金がかからないって書いたんですけど、本当にこのトップの理系大学院が、結構これ大学によっても多少事情がありますけれど、ほとんどの理系の大学院の PhD ではお金がかかりません。つまり、学費ですね、すごい高いんですけど、アメリカの大学院の学費ってそのバカ高い大学院の学費も全部大学から出してもらいますし、でさらに給料までもらえます。だから年間6万ドルとか7万ドルとか600万円とか700万円とか、そのぐらいの金額をたった一人の大学院生に毎年、支給というか投資しているようなものなんですよ。でそこまでの投資をして、もう勉強だけしていいよ、研究だけしていいよって、研究に集中してくれって言ってもらえる環境って最高だと思いますね。でさらにもちろんそのぐらい2点目で、3点目としてさ、やっぱりその日本でずっと育ってきているのに対して世界中で人々の力になりたいって思っていた自分は、やっぱまず自分が慣れない環境にいて、そういった中で自分を鍛えたいなという感覚もありました。でここまで条件が揃っている中で選ばない理由はないなと思って、海外の大学に特にペンステイト、ここではペンステイトへの進学を決めています。この際にここでは書いてませんけど、その府内情報革新校財団から実際にその奨学金をいただいたことも大きな後押しになっています。はい、でちょっと紹介させてください。じゃあどんなことをしたのかなんですけど、これが一番分かりやすい研究成果です。よく台風のことをやって、最初に説明したように気象の研究者が特に台風の研究者なんですけど、気象衛星って例えばひまわりとかですね、ひまわりとか聞いたことなんか、それを用いた台風予測向上に関する研究っていうものを行っています。でこれが結構分かりやすいパフォーマンスでして、これ、一つの台風のシミュレーションなんですけど、でハリケーンですね。でこっち左側にあるのが観測値、実際に起こった値、これが正解だと思ってください。で真ん中がこの PhD で新しく開発の手法を使ってこれを再現したもので、これがその開発前の従来の手法ですね。でも一目瞭然じゃないですか。この真ん中と左ってもほとんど区別つかないんじゃないかなと思います。でそういった詳細なのがほとんど捉えられていないことが分かります、今の手法だと。でここまで来たんです。ここまで上げる、これは一つのケースではありますけれど、ここまで大きな 変革があり得ることを示せたって大きな成果でした。で実際にこれかなり結構取り上げられて注目を浴びて、例えば大学のプレスリリースでも今後のハリケーン予測を変革し得る成果だというふうに紹介していただいたぐらいでした。でなので開発レジオンに行ったり災害支援とか言ってた時に本当に何もできないって言って悔しさを1秒噛んだ僕なんですけれど、そこから少しずつこうやって大学のニュースから変革しているかもしれないというふうに紹介していただけるようにほどに、その大学院留学を通じてちょっとずつ実際に自分がやりたいと思ったことのための力を身につけてこれたというふうに思います。でもこういう研究ってやればやるほどどんどんいろんなことが分からないことが出てきて面白くなってくるもので、でなので PhD の後半なんかはこの後ももっと台風の理学的な気象研究進んでいこうと思ってたんですね。でいろいろ出していたらなんと NASA からポスドクのオファーを突然いただきまして、で台風というよりもちょっと衛星の方にフォーカスをした研究をすることになりました。でここでちょっと緩和急大なんですけど、一体何がどうなったら NASA で働くことになるんだって多分皆さん思ってると思うので、でどういった経緯でなったのか、でどんなことが聞いたのかなと思うのかについてちょっと説明したいなと、ご紹介したいなと思います。で NASA で働くに至って、僕がこれはもう個人的な意見なんですけど、僕が思うにこうやったら働けるみたいなチートのような方法ってないと思います。何よりも成功法が一番の近道だなと思います。そういった意味で
ポイントとして挙げるなら3つですね。まず1つ目は、本当にまずこれが成功法っていった理由なんですけど、研究成果が何より大事です。まず、いい仕事をして自分の能力を示す、自分の能力を示すっていうのはもちろん大事ですし、と同時に、これ後から説明するんですけど、いい仕事をすればするほど、その当時の指導教官とかにも評価されてしやすいですし、そういった形で取り立ててもくれやすいものです。まあ、いろんな意味で研究成果にまず集中するっていうのが大事だと思います。でその上でハマったのが、その上で大事だったのが、就職先のニーズにハマった研究ですね。で先ほど言ったように、僕は衛星を使って台風の予測を上げる、予測を行動するっていうような研究をしています。で、NASA ってやっぱ衛星を打ち上げてるところなので、その実際に打ち上げた衛星がどういう影響を与えるのかってやっぱ知りたいんですよね。どのくらい向上できたかって。で、同時に、気象予測向上できたかって知りたいんです。で、同時に、今後打ち上げていくために、じゃあ、今までこういうのがあるけど、次はどういった衛星をやるのが、打ち上げるのが効果的なのかっていう情報もやっぱすごく知りたいんですよ。でそういった情報を にまさにアクセスできるのが僕の研究内容だったので、本当に何でしょう、ニーズにはまったというか、ちょうど欲しい人材というふうになり得たんだと思います。で、その2つに加えて、指導教官の紹介というか、コネっていうものがあります。ね、コネって聞くと、結局地蔵じゃないかって思うかもしれません。なので、ちょっとそういう分かりにくい単語をわざと使ったんですけど、でコネの意味についてちょっと説明したいと思います。で、コネは、何でしょう、その、皆さんがイメージするのは、はい、コネなので、なんか、何でしょう、はい、知ってる合格みたいな感じをイメージするかもしれませんけれど、そういったのでは全然なくて、無理をしたとかそういったものでは全然ないです。その力はないんですけれど、例えば NASA とかそれ多分みんな働きたいようなところで公募を出すとすると、尋常じゃない数の募集とか多分応募とか集まったりするんですよね。でその中で一つ一つ詳細に確認することってなかなか難しいですし、なら例えば論文100本とか論文1000本ちょっとないかな、100本とかなんか多分のも多分そういった成果もたくさんあるんですけど、それ本当にどのぐらい意味があるのっていちいち分かんないじゃないですか。でそういった中で、例えば世界的に知っている有名な研究者が太鼓判を押す、この学生は優秀だってなると、それってそれってすごく重要な情報だと思いません、ね、すごく信憑性のおける重要だと思います、ね、そしたらチェックしてみようかってなるじゃないですか。そういった意味でスタートラインに立てる、どこの馬ともわからない人間が、まだ世界的な地位を確立していない人間がスタートラインに立つために、やっぱこれってすごく効いてきます。特に人が多いからこそ。 でもこれでやっぱ合格っていうわけではなくて、最初に説明したようにポイント1とか2の成果とかニーズとかに持った上で判断されるので、そこからじゃ あ欲しいなって思われるかもしれませんし、前科なかったねっていうふうになるかもしれませんけれど、いずれにせよそのぐらいのものです。だからこそ結局何よりまず運が良かったと思います。この3つがちょうど揃っていたので、僕の場合は本当にラッキーなことでした。もちろんある程度、逆に言えばこういったポイントからある程度狙うこともできるかもしれません。もちろんそういった戦略を立てることもできるかもしれませんけど、やはりなかなか難しい運も絡んでくるものだとは思ってます。はい、でそんな感じで NASA に行ってポスドクを始めたんですけど、でポスドクで衛星デザインの研究などをしてました。で、ポスドクで大体 1,2,3 年ぐらいのもので、また次のポジションを探すものなんですね。で僕も例にもよる探していまして、で実際そのまま NASA で働くのもありかなとは思っていまして、その NASA から実際そんな話もなんとなくいただいてた、お話いただいてたりもしてたんですけど、そこで今度は当然東大からも助教のオファーがありまして、結局これを受けることにしました。で、ここに書いてあるんですけど、29歳の時に戻ってきます。なのでちょうどこのツイートをしたぐらいは考えてて、29歳で戻ってくることになりました。この時も全然予測もしてなかったんですけど、で、もうちょっと幅広く、日本で海外の大学に留学した人が日本に就活に向けてどんなことをしているのかについても、ちょっとまた緩和9代としてここで軽くお話しするんですけれど、よく言われるのが、海外にいると日本との関係が薄くなりがちっていうので、いや本当にその通りだと思います。だって物理的にないので、でもう目にする機会がないので、どんどん関係が薄くなっていくのはしょうがないです。だから日本に戻りたいと思う人は、いや研究的な意味では別に日本に戻りたいと思わない人でも積極的に関係をキープしていくことをお勧めします。で取った戦略としてはこんな感じで、まず一つ目の戦略は国際学会とかで話しかけてどんどん近づきになっていくことですね。これはそんなに難しいことじゃなくて、例えばアメリカに行ったらアメリカの学会とかって結構簡単に行けるというか行きやすいじゃないですか、日本にいるからより。でいるとやっぱ行くと日本人とかいたりするんですけど、やっぱり日本語とか飢えてくるので、まあ、気軽に話しかけたいじゃないですか。そんな感じでいいんです。で向こうもちょっと不安だったりもする
ので、でも気軽に話しかけてご飯などご一緒していってください。そうやってあのいろんなところから知っていただいて関係を築いていくのがいいと思います。でさらにできれば日本の学会とかにも戻ってきて積極的にアピールしていくといいです。でこれもちろんプレゼンを頑張ったりプレゼン中に職探しであるっていうことをお伝えするのも大事なんですけど、あのそれ以上にあの本当に何でしょう、あらゆるセッションで質問するみたいな、そのぐらいできるだけ目立ってください。絶対目立っていってなんぼだと思います。で特に例えばあの英語のセッションとかだと、まあ、なんだかんだ日本にいらっしゃる皆さんに比べてやっぱ自分が留学してると英語ははるかにだいぶ流暢に喋れるようになるので、それでポワーって質問できたりすると結構目立つんですね。でそれを評価していただいたら目に留めていただく方も、目に留めるきっかけとしていただける方もいますし、なのでどんどん目立っていきましょう。で同時にあんまり知らないけれど論文とかで知っていて話したいとか、お近づきになりたいみたいな方々にどんどん帰国時にセミナーさせていただけませんかみたいなのをお願いしていくのも結構重要です。で効果的です。例えばいろんな大学とか、僕の場合気象研とかにも行かせていただいたりしたんですけど、そういった形でセミナーとかしていただいさせていただくとどんどん仲良く、あるいは知り合ってほしい、つながっていきますし、共同研究とかに発展するとなお素晴らしいですよね。で例えば日本でポジションが空くときって、まあ、なんだかんだこういう分野の人が欲しいとか、こういう分野が足りてないとか、そういったところからどうしてもこういう分野ならこいつだなみたいなのがなんとなく浮かぶものなので、あとそういうときにこの分野がいたときにこの分野ならこの子がいるっていうふうに顔が浮かぶ状態にそもそも持っていかないと話にはなりません。だって日本にいないので、そのぐらい目立てるようにどんどんいろんなことを積極的にアピールしていくのが大事だと思います。で、まあ、セミナーとかは僕の場合留学中からやってたんですけど、特にポスドク1年目からはこの1あと2とかをいろいろやって始めていって、2年目に入るぐらいから東大以外にも何件かちょっと声かけいただいたんですけど、一番最初に声かけいただいた方と一番条件の方と東大に行くことにしました。でなんで結局 NASA じゃなくて大学に戻ることにしたのかについてちょっとお話しします。でこれは、まあ、今戻ったばっかりなので結構これから何をしていきたいのかっていう話にもなるんですけれど、最初にまず世界中の人々の力になりたいって考えて、でそこから、災害の悲劇を見なくて済むような世界にしたいというふうに思っています。でそれに対して研究を通じた貢献をしていきたいというふうに自分のことを定めているですが、これは結構NASA であみたいな研究所であるが、大学東大であるが、結構研究機関であれば結構どこでもできるんですね。いやむしろ研究所の方が多分集中してできます。自分どんどん手を動かして。でもそれでも大学を選んだ理由としては教育に携わりたいかなと思ったからなんです。で大学と研究所の一番大きな違いは学生がいるかどうか、まあ、つまりまあ研究、まあ、教育をするかどうかなんですけれど、と思った理由が特に東大ペンステイト、NASA を経て、本当にいろんな偉大な指導教官たちに多くも出会いました。で特にペンステイトは長くいたので、思い入れが深いんですけれど、偉大な研究者って研究をうまくアレンジできるとか、うまくそのナビゲートできるとか、そういうだけではなくて、例えばこの学生がどんなことを悩んでいるのかなとか、この学生はどういったことが、成長につながるのかなとか、あるいは生活とかももちろん大変だったりしたときは力になって、くれたりもしますし、ある種何でしょう、家族のような形で総合的にその学生の成長を導けるような指導教官でした。でそれだけ偉大な指導教官の姿を見て、その姿を学んだ以上、今度は僕も自分自身が逆にそういった立場になって次の世代へと伝えていきたいですし、還元していきたいなというふうに、そういったことに自分の時間を力を注ぎたいなというふうにも考えるようになってきました。でそれをする上でどこがいろいろ考えたんですけど、やっぱり英語と日本語の言語の壁も依然としてありますし、でもっと大きいのはやっぱ文化的な背景がやっぱ結構違っていて、僕は大学修士を卒業するまで日本にいるので、アメリカでその学部生とかを経験していませんし、でそういった意味でさっき言ったみたいな総合的な教育っていうものを行う上では日本の方が効率がいいんじゃないかなともなんとなく思ってたんですね。でそんな矢先、そのことを考えている矢先にお話をいただいて、あ、これはちょうどいい機会だなと思ってお受けすることにしました。なので、もちろん留学もそうなんですけど、もし興味がある方は東大工学部社会基盤学科の河川流域環境研究室の門を叩いてみてください。歓迎します。はい、
で、そろそろちょっとまとめていこうかと思うんですけれど、まあ、最初に世界中の人々の力になりたいと考えて、まず、まあ、開発 NGO で働くのかなと思ってたら、気づいたら災害支援をしていて、でそこからなんと全然違う、アカデミアの道に進んで、で全然想像だりしなかった、まさに働くことになって、なんと日本に戻ってきてたりするんですね。でこのプロセスって何一つ自分の以前に想像した通りに進んでないんですけど、結果的には自分の夢に向けて、あるいは自分の信念に向けた最速の道を進んでこれているなというふうに実は感じています。でというのも、これら、このような想像だにしてなかったプロセスではあるんですけれど、全てが何でしょう、必要なプロセスだとも考えられていて、例えばこの東大を選んだ理由も、さっきみたいな説明をしましたけど、同時にこの昔災害支援を通じて本当に何もできなかったという無力な自分を痛感しなければ、こういったポジションは多分選んでいませんし、で、NASA に行くのも全然想像もしてなかったんですけど、ペンステートに行くことを選んで、ペンステートの今の指導教官、今というかペンステートの時の指導教官を選んで、で台風にやりたいって言ってた自分に、その台風と衛星を組み合わせてみたらっていうような話をいただいてなかったら絶対にありえないような選択肢でしたし、で元を正せば、浅田に言っているこの台風災害支援も、もともと台風に興味があったというわけでは実はないんですよ。台風支援、この支援に携わったのは、もともと開発 NGO でインターンしてたフィリピンで被害が起きてるから、自分が行ったとこあるから、ちょっと力になりたいと思って行ったのをきっかけに、興味を持つようになりました。でさらに言えば、なんでこんな支援活動をしてるかって言いますと、またまたこれも全然関係ないスイスでやったボランティア関連の仲間が、台風この支援活動に誘ってくれたんですね。だからやってることになったんです。今でも結構思い出すんですけど、南北線のホームで、なんか電車待ってる時にいきなり電話がかかってきて、その友達から。今知ってるフィリピンで結構大変なことになってるみたいで、その災害支援 したいんだけど、一緒にやらないみたいなことを聞かれたんですけど、それでうんって答えて全てを始まってるんですけれども、そこでイエスって答えてなかったら今の自分はなかったなと断言できます。でも当時、例えばそれをやって NASA で働きたいとか、それをやってトランジオになりたいとか、もはやアカデミアの道に残ることすら分かんなかったです。このぐらい分かんないもんなんですけど、そこで踏み出したからこそ今の自分があるなと思っています。そして本説明会の趣旨でもある留学も、もともと18歳の若造が世界に羽ばたいていくことを読みて、その青さがなかったらないものでした。なので僕自身はこのキャリアっていうのは、それこそ一匹の蝶の羽ばたきがハリケーンを引き起こすプロセスを追うような、そういったカオティックなプロセスを追うような、結構コントロールできない側面も多いものだと実は思っています。でもこれは必ずしも悪いことじゃなくて、その自分のチンプな想像をはるかに超えてくるような、はるかにこうやって広がっていくような可能性について、自分を運んでくれるようなものであると思っています。でよく何でしょう、よくいいじゃないですか、その自分ある程度キャリアが決まってしまうと先が見えて面白くないみたいな。でもそれに対して、全然自分の、それこそ数年先の未来すら見えない、想像を超えるような世界が広がっていくって、本当に最高の人生だと思いませんか。すごく最高に楽しんでいると思います。でそういった可能性を広げていく上で、この海外大学院留学っていうのは、間違いなくそのキャリア形成の可能性を大きく広げてくれるものだと思います。で結構僕の好きな言葉で、このチハイブルっていう漫画の中の言葉で、大抵のチャンスのドアにはドアがあとノブがないっていうような言葉があるんですけれど、大抵のチャンス、自分の前に現れるチャンスのドアってノブがなくて、だから自分で開けることはできなくて、で誰かが開けてもらうのを待つしかない。で、自分たちにできるのは、その開いたドアに飛び込めるかどうかっていう話なんですね。で、僕自身も自分で例えば NASA に働きたいとか、東大の塾になりたいからって言って積み上げていったわけではないんですけれど、結果的に、何でしょう、その、世界の人々の力になりたいであったり、その災害の悲劇をなくしたいっていうような信念を持って、それに関連するようないろんな行動を積み上げていったからこそ開いたドアだと思ってますし、それに飛び込んでいったからこそ今の自分があるというふうに思ってます。でさらに言えば、今の例えば COVID-19 とか、あるいはそれに関してのアメリカ政府の状況で、僕の時でも全然想像がつかなかったのに、今は皆さんはそれをはるかに超えるような想像つかない未来が広がっていると思います。でそれこそいろいろ留学体験を話してますけど、その留学体験が全く通用しないような、そういった変革の時代にあると言えるのかも知れません。でもそんな時代だからこそ、皆さんは信念を持って、突然開く予想だにしないドアに飛び込むような力をつけるためのさまざまな体験に自分をいざなってほしいなと思います。
これ関係ないかもしれないって言って自分で気をつけて諦めたりやめたりするのではなくていろんなことに挑戦していってほしい。で最後にこれ最後のコメントなんですけど、10年前ぐらいに僕も皆さんと同じ側に座ってたんですよ。留学説明会を聞いてすごいなっていうふうに思ってたんですけど、それを通じて、僕今留学を経験してこちら側に立っています。なので今度は次の登壇者が皆さんの中から現れて別の蝶の羽ばたきが別のハリケーンを引き起こしたような、そういった僕にも想像もつかないような件でお話ししてくれるのを心待ちにしています。以上です。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。質問が結構たくさん来てるので、私の方からじゃあ南出さんに質問読んでもいいですか？お願いします。はい、一番トップのやつがですね、修士課程の学位取得留学を考えているのですが、アメリカの大学に修士留学する場合、学費など金銭面ではどうやりくりすればいいでしょうか？PhD は給料が出ることもあると聞きますが、修士課程にはないようなので、また奨学金公募奨学金は倍率が非常に高く現実的でないとも聞きました。選択肢をできるだけ多く知りたいです。なるほどなるほど、これはかなり難しい質問ですね。結構難しいですね。安倍さんからもともお話もあるかもしれませんけれど、あと、うん、でもまた収支はそうですね、まあ奨学金が出しているところもありますし、収支で TA などがあるケースもあります。なのでそういった形で、まあ、留学であったり留学じゃない時もありましたけど、その現地の学生が修士で TA をもらってやってるっていうようなケースもありました、うん、まあ、金銭面はどうしても克服しないといけない課題だと思います、うん、逆にそれが、あ、すみません、それが PhD に対するステップアップになったりもするので必ずしも悪くなかった投資であったりはするのですが、いろいろ調べてみてください。そうですね、あと一応さっきそのそうですね、お給料、PhD のお給料と、あとその奨学金に関して、まあ、南出さん、奨学生なので、そちらもちょっと質問で、それ関連の人が多いので、その PhD はみんな奨学金が出るのに、なんで奨学金に応募するのかみたいなところも、ちょっと触れていただいてもいいですか。めちゃくちゃいい質問ですね。めちゃくちゃいい質問ですありがとうございます。大学院からお金が出るっていうふうにお話ししたんですけど、逆に言えば、それこそ、大学院生を雇うってすごい大きなことで、年にそれこそ6万ドル、7万ドル飛んでいくようなことなんですよね。だから大学院がもうすごい慎重になりますし、だからこそ選考が厳しかったりするんです。で、そういったところに、じゃあ奨学金を持って学生が来ると、まずお金払わなくていいじゃないですか。例えば最初の2年間だけでも。それだけでめちゃくちゃ雇いやすくなりますし、でさらに日本から奨学金を持ってきてる、しかもこんなにたくさんの額を奨学金を持ってきてる、こいつは優秀に違いないっていうような、そういったクオリフィケーションにもなりますし、そういったいろんな意味で、高額を大きく、本当に大きく後押ししてくれる存在が奨学金です。例えば最初に出願するときにいろんな教授にメール出すんですけど、ほとんど返ってこないんですよ。なんか6分の1とか返ってくればいい方なんですけど、奨学金を取った後に、取ったでって言いながらメールすると、ね、ほとんど 100% ぐらい返ってきたりしました。そのぐらいの差があります。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと時間もあれなので、一応、また後で、その皆さん今、スライドに出していただいている質問、後で答える時間もたっぷりあるので、ちょっと南出さん、今に関しては最後の質問になるんですけれども、これもちょっと、答えれるような内容なのか分かんないんですけど、船井財団の過去の小学生は主に英語圏のトップスクールに通われる方が多い印象を受けているんですけれども、志望大学は奨学金の選考に影響するのでしょうかっていう質問が結構人気。なるほどなるほど、分かんなかったら別にいいんですけど、ちょっと発言しにくい問題ではあります。もちろ ん, なんか僕が受けてた時代とも変わっているので、それはまた適宜アップデートするものなので、できるだけそれこそ直接代打に問い合わせていただきたいですし、代打に答えていただけますし、代打のホームページなどもチェックしてみてください。でも結構例えば分野の制限があるとも最初も書いてましたけど、思ってるよりも結構幅広いです。結構柔軟に対応していただけるいい財団なので、直接お話ししてみてください。で、逆の側面を言えば、自分が行きたいって思ってるところ以外にもやっぱりいろんな側面、いろんないい大学もあったりしますので、なんでしょう、インタラクティブにいいところを見つけていくための手法として活用いただければなと思います。はい、じゃあ南出さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、この後斉藤さんの方のプレゼンに移っていくんですけれども、ちょっとお知らせですね。スライドに今皆さんポストしていただいている質問は、
あの答えれそうなものは、今登壇者の皆さんがこう答えている部分もあるんですけれども、かなり質問の多くがですね、後でパネルディスカッションであの話すような内容になってきているので、そちらもあの早く答えてようと思うかもしれないんですけれども、後からあの触れていくので、あのすいません、そこは。で、今一応その次のセクションに移るにあたって皆さんの質問をアーカイブさせていただくので、またその斉藤さんのプレゼンのに関しての質問があったらどんどんポストしていってください。はい、大丈夫そうですかね。じゃあ斉藤さん、画面シェアお願いします。はい、これ大丈夫そうですか？はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあ始めていいですか？お願いします。じゃあ始めます。はい、じゃあ僕があのカナダの大学院についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。最初の自己紹介でも触れたんですけれども、僕は今あのカナダのバンクーバーにあるブリティッシュコロンビア大学というところで博士課程をやってます。で、まず自己紹介から、まあ、ちょっと重なるんですけども、まあさっき言ったようにブリティッシュコロンビア大学の物理天文専攻というところで博士課程の2年生をやってます。で、あとあの主な研究はこのトライアンフっていうあの国立研究所ですね、そこでやってます。で、そこにそういう国立研究所のリサーチアシスタントとかについてもちょっとお話ししたいと思ってるので、後で触れます。で、専門はあの低エネルギー原子核物理学、あるいは天体核物理学っていうことをやってます。で、これは今やってることはあの数値シミュレーションを使って、まあそういう、それを通してまあ原子核について統計的手法を用いてなんかあの研究してみようということをやってます。で、修士からこちらに来たんですけれども、修士の時はこのガンマ線分光実験っていう、まあモルの実験をやってたんで、ちょっと博士からは分野を変えました。で、そういうことも可能だっていうことをちょっと知ってもらえたらなと思います。で、このトークで何を知ってほしいかというと、まあ、まずはあのこの説明会の過去のアーカイブとか見てもアメリカとかヨーロッパのお話については結構あったりするんですけれども、カナダの大学院っていうのは結構意外に情報がないんじゃないかなと思って、で、せっかくなのでカナダの大学院について知ってもらえたらなと思ってます。で、特にそのアメリカ、今の質問を見ててもアメリカに留学したいっていう人が多いんですけれども、そういう人たちにとってもね、あのカナダもかなり現実的な選択肢だっていうことをこのトークを通じて知ってもらえたらなと思ってます。で、僕も理工系なので、どうしてもあの理工系を念頭に置いたお話になってしまうんですけれども、研究をするような修士とか博士のプログラムに行きたいって考えている人なら、他分野でも割と当てはまる話が多いと思うので、ぜひ聞いてもらえたらなと思います。で、まずカナダの説明からなんですけれども、まあ、カナダは皆さん多分知ってると思うんですけども、アメリカに挟まれている感じですね。ここがアラスカ で下ら辺が皆さんがよく知ってるアメリカ本土って感じですかね。で、首都はここのオンタリオ州ってところにあるオタワっていうところが首都です。で、歴史はまあ1867年建国で結構あの若い国ですね。で、人口はこんな広い面積、土地面積を持ってながら4000万ですね。日本の半分以下ぐらいですかね。で、主な都市圏を挙げていくと、このオンタリオ州にあるトロント周辺で600万人。で、ここにあるケベック州、ここら辺にモントリオールっていう市があるんですけれども、そこ周りら辺で400万人。で、今僕がいるバンクーバー、この辺ですね。で、その辺りが大体250万人という感じです。で、主な言語なんですけど、まあ、もちろん英語圏なんですけども、このケベック州とか、あとはまあこのオタワ辺りとかではよくフランス語が用いられるみたいです。で、まあ、あの首相とか政治家とかはフランス語が喋れなければならないみたいです。
で、カナダにじゃあどんな大学があるのかっていうと、まあ、この大きい都市に一つずつ、まあ、大きい大学がある感じですね。このオンタリア州のトロントにはトロント大学、モントリオールにはマギル大学で、バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州にはこのブリティッシュコロンビア大学っていうところが、まあ、メジャーどこですね。で、他にもワータールーとか、ウォータールーっていうのかな、モントリオール、あとはクイーンズ大学とか、まあ、ここに挙げたのは物理とかコンピューターサイエンスが強いような大学で、で、こういう地方にも割とレベルの高い総合大学がかなりあります。で、これに加えて、まあ、僕が知ってる例は一例なんですけども、ペリメーター研究所っていうところがあって、そこは大学ではないんですけども、大学院のプログラムとかを持ってるみたいです。で、ここに挙げた大学は全部、日本でいう国公立、まあ、パブリックスクールって感じですね。で、まあ、私立、まあ、プライベートのスクールはあるにはあるようなんですけども、まあ、あんまり充実はしてないみたいです。で、カナダの大学院のプログラムの一般的な特徴なんですけれども、でこれさっきの質問にも関連してるんですけども、カナダでは修士と博士が分かれてます。でまあ、修士が大体2年間ぐらい。で、博士がまあ4年から上ぐらい。まあ、特に生物系だと、生物とか科学だと、ちょっと4年よりも時間がかかるみたいっていうことは聞いてます。で、ほとんどの研究型プログラムは、研究型プログラムっていうと、まあ、論文、修士論文とか博士論文を書いて学位をもらうようなプログラムでは、ほとんどの場合で学費と給与が支給されます。で、これは修士課程もそういうこと、修士課程にも当てはまります。で、修士から、博士に上がるにつれて、給与も少し上がります。で、もし修士はいらないから早く博士に行きたいっていう人にとっては、飛び級、まあ、成績さえ良ければ、その博士に途中編入みたいなこともできるんで、まあ、それはなかなか日本とかでは、アメリカではあんまりないのかなと思います。で、もちろんその修士と博士が分かれてるんで、まあ、僕の周りの物理やってる人とかでも修士を取得して就職する人っていうのも結構います。まあ、そういうことなんで、博士課程に直接学部終わった後に進学するアメリカに加えて、割とその留学へのハードルが低いんじゃないかなと僕は思ってます。で、この、大学に行ってもらえる待遇なんですけれども、まあ、研究型のプログラム、さっき言ったようなプログラムであれば、生活に困らない程度の収入はもらえます。まあ、僕も3年間ぐらい生きてきてる、カナダで生きてるんですけど、まあ、まあ、いても困らないぐらいの収入はもらってるんで、まあ、そこら辺はあんまり心配しなくていいのかなと思います。で、学費は修士と博士でちょっと変わるんですけども、修士の場合は学費を賄える分だけ給与をまとめてもらえるんですけども、博士の場合は直接学部が学費を支払ってくれます。で、大学院生としての主な収入源なんですけども、まあ、リサーチアシスタント、まあ、これはまあ自分の研究をやってるともらえる感じです。であとはティーチングアシスタント、これは授業とかの手伝いですね。で、これとは別にスカラーシップとかフェローシップとかがもらえる人は、そういうところからお金をもらうみたいです。で、まあ、ここは大学院のプログラムの待遇ではないんですけども、健康保険とかは基本的に州政府が出して提供してくれるんで、まあ、少しお金を払わなきゃいけないんですけども、でそういうことです。であと、まあ、細々した他の歯科とか眼科とかの保険については、大学等が、提供してくれます。まあ、有償ですけども。で大学に払うお金の中でそこからバスとか電車とかの定期券も賄われることも多分多いと思います。まあ、自分の場合はそうです。で、これはまあ僕のいる専攻の一例なんですけども、まあ、修士のノースカラーシップの場合で、まあ、大体日本円で言うとどのぐらいですか、分かんないですけど、まあこれを、まあ、180万ぐらいですかね。わかんないですけど、まあそのぐらいは全部学費とか引いた後でもらえる感じです。で、これはまあ最低限確約された額なんで、まあその交渉とかによっては多少上がったりします。で、出願のプロセスなんですけども、基本的にはアメリカと同じで、でここにあるのが UBC の
まあ、UBC、あ、UBC って言ってなかったですね。UBC はブリティッシュコロンビア大学の略です。UBC の例なんですけども、ここに書いてあることは、まずは成績、であとは推薦状、まあ、算数程度ですね。これは指導教官がいれば、そういう人たちに書いてもらったりとか、あとは、まあ、授業でいい成績を取った人、時にその教えてる人に書いてもらったりとか、まあ、僕の場合はあの研究のインターンシップやったんで、そういう人たちとかに書いてもらったりもしました。であとは TOEFL とか IELTS、まあ、語学試験ですね。であとは GRE なんですけども、まあ、カナダの場合最悪なくても OK、まあ、少なくとも UBC の場合は少なくても OK って感じです。でもない場合にはあの理由を提出しなきゃいけなかったりして、まあ、あるに越したことはないからって感じです。で、最後の点が研究計画書。これはまあ、ステートメントオブインタレスト、まあ、ステートメントオブパーパスとか言われるやつですね。これはまあ、大学に行って、どういう研究がしたいかとか、まあ、大学に、その大学院に行くことで、自分がどう貢献できるのかとか、そういうことを書くところですね。で、まあ、このように関してなんですけども、まあ、その行きたいところの大学の教授を知ってるとか、まあ、いうのはあるに越したことはないんですけれども、まあ、プログラム単位でだいたいまとめて募集なんで、まあ、それが決定的な条件になるってことはないんじゃないかなと思います。まあ、僕の場合は、学部時代の、指導教官の指導教官が僕の今の指導教官だったんで、まあ、そういうコネはあったりはしたんですけども、まあ、それがどういうふうに働いたかっていうのはあまりよくは分かってないです。でもそれはまあ何らかの面でポジティブに働いたと思ってます。で、さっき言った点なんですけども、大学だけじゃなくて周囲にある国立研究所とかでリサーチアシスタントとかで研究することもできるんで、まあ、僕はそれはかなりおすすめですね。給与とかも多くもらえたりして、あとはまあ、コネクションとかも作りやすかったりして、僕は結構おすすめです。で、次。まあ、出願して、まあ、いざ行くってなった時に、まあ、ビザとかどうなのかっていうことなんですけども、めちゃめちゃ簡単です。オンラインで申し込んで、で、まあ、すぐ、僕の場合はすぐ許可されて、で、まあ、そこで受け取りとかではなくて、カナダにいざ来たときに僕は空港で受け取りました。基本的に国境とかで受け取るみたいです。で、申し込みに必要なものなんですけども、まあ、まずアクセプタンスレター。これはまあ入学許可しますっていう、そういう手紙ですね。受かって行きますって決めたら送られてきます。であとは財政支援の証明。これはまあ大体アクセプタンスレターと一緒に来るんですけども、まあ、どれぐらい給与を支払うとか、学費はどこから出るかとか、そういうことの証明ですね。であとは、まあ、パスポート、これ意外に書いてて気づいたんですけども、有効期限には結構気をつけた方がよくて、ビザとかで、有効期限が在学期間より短くなると、そこまでしかビザがもらえなかったりするので、今のうちに今留学したいって考えてる人はパスポートのチェックとかは今できることなんでやっといた方がいいと思います。で、受かってすぐは、まあ、おそらく住む場所とかもないと思うんですけども、そういう面もまあ別になくても大丈夫です。で、すみません、ちょっとノイズが聞こえてたら申し訳ないんですけども。ここまではまあ入学前って感じで、ここから下2つの点は卒業後のビザの話なんですけども、まあ、卒業した後には3年を調べたところ、3年間を上限に仕事探しのビザがもらえるみたいなんで、まあ、僕も多分これを使うことになると思います。あとそれで永住権も大学院で学位を取得するともらいやすくなったりして、まあ、永住権どうやって決まるかっていうと、結構ポイント制でいろいろ何年間働いてたとかそういうことも含めてポイント制なんですけども、大学院の学位の取得っていうのは結構ポイントが加算が大きいみたいです。で、さっきもちょっと触れた健康保険なんですけども、まあ、さっき言ったように州が基本的に保険を提供してくれて、まあ、病院とかで支払わなくていいように、まあ、そういう保険を提供してくれて、で、他の細々したところは、まあ、歯科とか眼科とかの細々したところは大学がそういう細々したの下
ところをカバーするような保険を提供してくれます。で、まあ、BC 州に限って言えば他の州はちょっとよくわからないんですけども、留学生は月75ドル支払うことになっていて、ちょっと、まあ少ない額ではないんですけど、まあ、全然ないよりはマシなんで、でそういう保険を持ってると、まあ、大学とかでちょっと病気になったりした時に、保険センターとかで気軽に行ってみてもらえるっていいところがあります。でここまでが前半のまとめなんですけど、まあ、ここら辺ここまではいろんな事実をリストアップして、どういう感じ、出願とかがどういう感じかっていうのをお話したんですけども、まあ、大体のところでアメリカの大学院に出願するのと大差ないんじゃないかなって思ってもらえると思います。まあ、アメリカの大学院の出願の方法についてもまだ調べてる人とかが多いと思うんですけども、まあ、大体アメリカについて出願について調べたことはカナダに当てはまると思ってもらっても多分そこまで間違いではないと思います。で、いざカナダに行って、じゃあアメリカに関わった研究ができるの、できないかっていうと、まあ、僕、自分としてもアメリカのとの研究、共同研究とかも多いんで、そういうところでも、あんまりアメリカの大学院に行くのとは、そこまで大差ないんじゃないかなと思います。別にどちらがいいかは別として。で、ここの2点目が結構、さっきの質問でもあったように、みんな、割と気になっている人が多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、博士にまだ行きたいかどうかわからないけど、留学して研究したいっていう場合に、まあ、カナダはその修士と博士が分かれているので、まあ、そういう点では給料とかもちゃんと出るので、カナダで修士をとりあえずやってみるっていうのは結構おすすめできるんじゃないかなと思います。で、カナダで修士取って、で、アメリカの大学の博士課程に行くとかいうのも、周りでもいたりするので、そういう道もあるんじゃないかと思います。すいません。で、卒業後もカナダでの就職もそこまで難しくないみたいです。まあ、ビザも含めて。周りでも修士取って、まあ、それとか博士の途中で辞めて就職っていう人も留学生で結構いるので、まあ、そういうところでもあんまり心配しなくていいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、アメリカっていうとあの結構医療とか、の心配をする人もいると思うんですけども、まあ、カナダでは基本的にそういう心配はあんまりないんじゃないかなと思います。で、ここからは個人的な話になるんですけども、まあ、じゃあなんで今僕がここの大学、カナダの大学に来たかっていうと、まあ、基本的な理由としては、まあ、ずっと学位留学してみたかったですね。学部とかで、まあ、研究交換留学とか、あとはサマースクールに行ったりしたんですけど、やっぱりちょっともうちょっと長くどっかに日本じゃないところに住んで学位とか取ってみたいなっていうのは基本的にはありました。で、まあちょっと南出さんとかと比べるとなんかダサい感じがあるんですけども。まあで、2番目に僕として大事だったところは、やっぱり給料とか学費がもらえるっていうところがあって、で、まあ、もちろん日本、まあ同級生とかは、日本の大学に行ったりして、で結構そういう人見てても学信で苦しんでる人とかが多かったんで、でまあ自分はそれはちょっと取れる自信はなかったんで、まあそういうところで苦しむぐらいならもう留学しちゃって給料とかはもらった方がいいのかなと思いました。で3点目は、まあ、研究者として生き残るのにやっぱりプラスになるんじゃないかなと思ってます。やっぱりその国際学会とか行ってももちろん日本人で発表する人もいるんですけども、まあ、英語でディスカッションとかできる人はあんまりいないっていう印象を受けてるんで、まあ、そういうところを訓練する意味でも留学っていうのはかなり意味があるんじゃないかなと思います。で、まあ、最後の点は僕個人の例なんですけども、まあ、原子核物理どこでできるかって調べたときに北アメリカにまあ何個かあって、まあ、例えば一番有名なところでいうとミシガン州立大学っていうところがあって、で、まあ、そこにも出願したりもしたんですけども、まあなんでそういう選択肢を取らなかったかっていうと、やっぱりちょっと住むところも重要にしたいと思っていて、そのミシガン州立大を別に貶めるわけじゃないんですけど、ちょっと周りの町とかが自分には合わないかなっていう感じで、でその点バンクーバーはまあ結構大きな都市で、まあ、自然もあって、これからお話しするんですけども、まあ、そういうとこでも
結構重要だなと思って、で UBC に選択しました。であとはまあもちろん教授とかどういう研究所があるとか、まあ、どういうフェローシップがあるかとかいうのももちろん重要なんですけれども、結構そのまあお話後でちょっとお話してるんですけども、まあ、こういう理由が結構重要じゃない、重要でした自分的には。でじゃあここからまあどうして一般的に言うとどうしてカナダに行く理由があるんだっていうんですけどっていうことなんですけど、まあ都市としてはまあいろんな、まあさっき言った3つぐらい大きい都市があって、でまあ基本的に若い国 で、あの都市が結構もう僕も3年いる間に結構変わってたりして、でそういう都市の変容とかを見るの結構面白いんじゃないかなと思ってます。でこれはニュース記事なんですけど、まあ今トロントが北アメリカで一番成長の早い都市っていうことらしいん で、まあそういう点とか見ても結構街が変わっていくの面白いかなと思います。で僕がいるあのバンクーバー、ブリティッシュコロンビア州とかアルバータ州とかもうかなり自然がすごくて、でそういうところでもずっといても飽きない感じでかなり楽しいです。まあ、これとか特にあの UBC のキャンパスの 端にあるレックビーチっていうところで、まあ、仕事っていうかまあ研究終わって、まあ、レックビーチに行ってちょっとくつろぐみたいな、そういうこともできたりするんで楽しいです。であとはまあ住みやすさ、これがまあ僕としては一番重要じゃないかなと思っていて、まあ、こういう基本的なところですね。政治的に安定してたり治安が良かったりとか、まあ、あとはあのカナダ自体も移民の都市なんで、移民の国なんで、まあ、基本的に多様性を尊重しようっていうスタンス であとは、まあ、ワークライフバランスとか、まあ、あとはウェルビーイングって言われたりするようなことを重視したりします。まあ、僕のいる研究所でも午後5時とかになるとみんな誰もいなくなったりして、やっぱりみんなそういう個人的な生活も重視してるんだっていう印象はかなり受けます。でこの後の3つは具体例なんですけども、まあこういう点を含めて、まあ僕は昔あのここに来る前東京にいたんですけども、東京にいた時よりはなんかこうコミュニティに属してるなっていう実感があって、まあ結構過ごしやすい感じですね。まああとはあのアジア系のレストランとかスーパーが多くて、まあ、こういうとこも、まあ、最初はあの、まあ、別にそんな日本食なんていらないよって思うんですけども、結構後々重要になってきたりするんで、こういうとこも助かってます。で、まあ、まとめると、まあ、大学院は結構何年間もいることになるので、絶対その住みやすさとか生きやすさとかいうものを、まあ、重視した方がいいんじゃないかなと僕はかなり思ってます。で、まあ、短所頑張ってあげようとしたんですけど、まあまあ、この3つぐらいしかすみません思いつかなくて、まあ大きい都市、まあバンクーバー特に家賃が、特に成長中の都市とかだと家賃が高かったりして、まあそういうとこはちょっとつらかったりはします。であとはまあもちろんアメリカではないので、まあアメリカで使えるものが全部カナダで使えるかっていうとそうではなくて、バンクーバーも半年ぐらいまでウーバーがなかったりして、であとは慣れるまで結構冬が長くて厳しいっていうことはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、まあ、最後ちょっとまとめる感じなんですけども、まあ、全般的なアドバイスとしては、まあ、カナダとかアメリカとか関係なくに、まあ、留学する理由として、まあ、別にその、まあ、南出さんの言ってた世界を変えたいとかそういうのはもちろん素晴らしいんですけども、まあ、別になんかどこどこに住んでみたいなとか、あとは給料がもらえるから行きたいとかそういう理由でも全然いいんじゃないかなと個人的には思います。であと、まあ、この府内奨学財団の奨学金とかみたいなそういう大きい奨学金をもらっていても、僕としては絶対 TA はした方がいいと思ってます。で後々そのアカデミックキャリアを行きたいってなった時に教育経験っていうのはかなり重要になって、で TA とかあの結構その一つのクラスルームを任されたりとかして、あのすごい責任ある立場なんで、そういう経験はかなり重要なんじゃないかなと思います。で、ここは3つ目はあの僕も少し触れたんですけども、あの大学とは別に国立研究所とかそういうところでのリサーチアシスタントのポジションっていうのは、あの出願するときとかも含めて
結構探っていった方がいいと思います。必ずしも国立研究所が学生を取れなかった人としても、教授とかが国立研究所とかにポストを持ってたりして、でそういうところでリサーチアシスタントとかになれる可能性は結構あるんで、それはかなりおすすめです。で、まあ、最後の点なんですけども、まあ、やっぱり長期の留学になるので、まあ、なんていうかお客さんとして行くだけじゃなくて、まあ、自分が行くようなところの国とか都市について学んで、その自分が住むであろうコミュニティにどう貢献できるのかなっていうのも、まあ、住みながらでもいいですけど考えていった方がいいんじゃないかなと僕は思います。で、最後にですけど、まあ、ここまでの話で、まあ、カナダの大学院に行くっていう可能性をちょっと感じてもらえたら、感じてもらえたら嬉しいと思ってます。で実際日本人の大学院生はこっちでもあんまり会ったことがなくて、まあ、そういうのもちょっと悲しいんで、もうみんなもっとカナダにも挑戦してくれたらなと思います。で、まあ、もちろんその出願の面でもほとんどアメリカの大学院との出願とも大差がないんで、でアメリカの大学院を考えてるならカナダも考えるべきだと僕は思います。でもちろんその何回も言ったように修士と博士が分かれてるので、修士だけっていう選択肢は、おすすめできます。で最終的に、まあ、研究をしっかりやりながらも住みやすかったり生きやすさを重視するなら、僕はカナダはかなりおすすめです。まあ、そういう感じです。ありがとうございます。ありがとうございました。結構どんどん質問が来てるので読み上げてもいいですか？お願いします。まず院や博士課程で分野を変えるときというのは、あらかじめ自分でその分野を独学しておくのでしょうか、それとも入ってから一から学んでいけるのでしょうかっていう質問です。あ、なるほど。まあ僕も分野を変えたって言っても、まあ、大きい括りで言えば同じなんですけど、まあ、僕が変えた時は、まあ、その修士が終わるぐらいになってから、こういうことをやりたいなっていうのを感じ始めて、でそれに向けた勉強はしてました。やっぱりそのやりたいって言って、そのやれるかどうかを誰もわからない状態だとやらせてくれないと思うんで、そういう独学は結構勉強、重要だと思います。そうですね。後でまたパネルの時もこのトピックに溢れると思うので、あとはですね、カナダの大学院を受験する場合も日本の小学生であることで合格につながりやすくなるのでしょうかっていう質問です。あ、なるほど。僕は日本からの奨学金は持ってなかったんで、これは分からないって言った方がいいと思うんですけども、南出さんが言ったように、やっぱりその大学院生を雇うのはお金かかるんで、奨学金は持ってるに越したことはないと思います。あと修士課程でも給料が出るということですか、すみません、まだよく分かっていないので教えてくださいっていう質問があります。あ、そうですか。まあ、全部ってことではないと思うんですけど、まあ、基本的に研究とかするようなプログラムなら修士から給料が出ます。自分の志望学部が強い大学についてはどのように調べましたか？これはまあまあ、まずはネットサーフィン、あとはまあ指導教官に聞くこれは指導教官に聞くっていうのが一番早い方法だと思います。あとカナダの大学院がアメリカの大学院より優れていると思う点は何ですか、またその逆の点もあれば教えてくださいという質問です。これはいい質問ですね。多分まあ大学院とかになると大学ごとの違いとかいうよりかは、その研究グループに依存するんで、これは多分一概には言えないですね。でもアメリカの方が多分その魅力というか、多分人を集める力は多分あると思います。あと、現在フィンランドの修士課程の進学を予定しており、その後の博士課程進学も検討しています。斉藤さんはカナダの修士を経て博士に進学したとのことですが、他大学の博士課程に進むようなケースも検討しましたかっていう質問です。あ、これはしました。アメリカの
大学院も修士が終わる頃に考えたんですけど、でもちょっとやっぱり最初からやり直すとか、あとは自分ができる研究ができるかどうか、自分がしたい研究ができるかどうかってことが分かんなかったので、ちょっと途中で疲れてやめました。あとちょっと面白い質問だなと思ったんですけど、ミシガンの雰囲気が合わなかったとのことでしたが、実際にキャンパスビジットはされましたかっていう質問があります。あ、行きました。多分学部4年の冬と、学部4年の冬ではないか、学部3年の冬ぐらいにはもう考えていて、でちょうどあのアメリカに行く機会があったんで、あの日本人の教授とかもいたんで、ちょっとコンタクト取ってみて尋ねたんですけど、まあ、その教授とかもやっぱりちょっと、まあ、来たいってくれるのは嬉しいけど、まあ、正直充実してるかどうかわからないっていう生活が、まあ、研究は一流の研究ができるけども、で僕も実際に行ってちょっと何もなさすぎるかなっていう感じが、そこ大学がある町が、でまあそういう感じでちょっとやめとこうって感じですね。人によって好みありますよね、やっぱどういう町がいいとか。それは本当にそうだと思います。研究に本当に打ち込みたいっていう人なら、多分それは結構いい環境なんじゃないかなと思います。うん、確かに。あと、日本の修士号を持っているとカナダの博士課程にアプライは可能ですかっていう質問があります。これはできると思います。はい、はい、あと、ヨーロッパの大学への出願はされましたか、もしくは考えられていましたかっていう質問です。まあ、多少は考えてたんですけど、そこまで真剣には考えてなかったです。ごめんなさい。あと TA に関する質問、これでまあちょっと最後にしようかなと思うんですけど、はい、このセクションは TA に関する質問が2つ来てて、 TA をするにはどのくらいの英語力が必要でしょうかっていう質問と、 TA ではどんな仕事をするのでしょうか、日本の大学院生のような教員のサポートでしょうか、英語圏の大学で授業に携わることで苦労した点ややりがいを感じた点を教えてくださいっていう質問があります。これは本当に聞いてくれてありがたいんですけど、まあ何種類かあって、でまあメインなのはチュートリアルの TA っていう感じ で、チュートリアルっていうのはまあ演習みたいな感じで、まあ基本的にあの教員とかはなしで TA の身がいて、で問題の解き方を教えたりとか、そういう感じがあります。で英語力はまあ基本的に全部英語で説明しなきゃいけないんで、まあ、全部説明できるぐらいの英語力としか言いようがないですね。あとはまあ普通にあのレクチャーの手伝いとか、あとは実験の手伝いとか、そういう TA の種類もあります。はい、あとすいません、最後にもう一個だけ、あれちょっとどこ行った、ですね、いい質問があったんだけど、あ、これだ。交換留学や研究インターンで国立研究所で研究することは可能ですか、可能であればどのような方法で申し込む必要があるか教えてくださいという質問だけ最後お願いします。これは結構難しい質問なんですけど、確かに交換留学の人は研究所にはいるんですけども、まあ、イギリスからしか聞いたことがないんで、日本からできるそういうシステムがあるかどうかっていうのは、まあ、多分研究所にもよりますし、であとはその研究インターンとかだと学生としての身分がなかったりするので、そういうビザとかの面でももしかしたら院進学よりも難しい可能性もあります。なるほど、ありがとうございます。じゃあ一応あのプレゼンテーションというか講演はここまでということにしたいと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは皆さん質問もいっぱいあの出していただいてありがとうございます。じゃあここからプログラムの通りパネルディスカッションに移っていきたいと思います。阿部さん、じゃあ画面シェアお願いしてもいいですか。見えてますか。はい、はい、大丈夫そうです。はい、多分スライドも、はい、
はい、それではじゃあ、あ、すいません、紹介だけしますね。パネルディスカッションは3パートに分かれていて、最初のパートが出願プロセスについて、で2個目が、動機、学位留学の動機や意義について、で3つ目が学位留学とキャリアについてというトピックで、パネルディスカッションをしていくことになります。で最初のセクションはその出願準備についてで、視聴者の皆さんもたくさん質問がある部分だと思うので、入って早速入っていきたいと思います。じゃあ木原さん、ここからお願いいたします。はい、出願プロセスについてのパネルディスカッションの進行役をする木原です。で、スライド次に進みたい。はい。はい。はい。皆さんから事前にいただいた質問を、4つに、大きく、集約しまして、まあ、これからもし追加であれば、スライドの方で、どんどん質問も追加していただいてもいいんですけれども、とりあえずそれについて準備してきたので、皆さんと話していきたいと思います。で、まず、出願タイムラインについてなんですけど、次行っていただいていいですか。事前に寄せられた質問を、まあ、大きく要約すると、まず、いつの時点で大学院留学をしようと決めたかっていうものと、あと、出願の準備はどの時点から始めるか。で、あと、まあ、結構具体的になったのは、PhD 課程に進学を希望されている方で、学部卒業後に行くか、修士卒業後に行くか、または日本の博士課程の途中から行くかっていう質問がありました。あと、社会人としての出願はどう違うかっていう質問もありました。で、これについては、ちょっと、事前に、3人、僕と、デニスさんと安倍さんに、ちょっと聞いて資料を用意したので、まずじゃあ僕の、パターンから、紹介したいと思います。スライドお願いします。今スクリーンに上げているのが、僕の出願のタイムラインの例です。これは、僕の場合は社会学の博士課程に、2017年の9月から、ちょうど修士を卒業した年の9月から行ったパターンです。で、もともと、出願を海外の大学院に行こうと思ったのはもう学部4年の時からなんですけれども、ちょうど懐かしいんですけど、多分何年前、学部4年なんで5、6年前のこの海外大学院説明会に参加した時に、まあ、それを決意して、ただその時には、まあ、いろんな人から社会学の PhD 課程は日本の学部からの合格が難しいっていうのを割とはっきりいろんな人に言われまして、まあ、とりあえずは日本の修士課程に進学すること、しました。で、修士入ってから、もうでも、PhD 課程には進学しようと思ってたので、12月、M1 の12月ですね。M1 の12月頃からは、準備始めました。で、M1 の12月っていうと、ちょうど出願が M2 の、12月になるんで、ちょうど1年、出願の1年前から準備を開始して、で結構まあ、研究とかとも並行しなきゃいけないんで、割と大変だったかなっていう、思いはあります。で、ただ一つだけ言っとくと、結構僕が知ってる中でもいろんなパターンがいて、で今まで、話してくださった方々みんな理系の方だったんですけど、社会科学、あと人文系、歴史とか文学とかの方では、日本の博士課程に進学してから、博士課程の2年目とか3年目で出願して、行くっていう方も結構いて、その前すごいその、まあ、例えば年齢の面とか、時間はかかるんですけど、まあ、日本の博士課程も割と時間がかかる、まあ、これまではそういう時間かかってたので、まあ、そういう方も結構いるんで、まあ、いろんなパターンがあるのかなっていうふうには思います。であと、学部のから合格は難しいって言ったんですけど、こっちに来てから学部から直接出願して合格した方とかにも会ってるので、まあ、そんなことは思わずにあの時に出願してしても良かったかなっていうふうにも思ってます。では次、デニスさんの理工系のパターンをちょっと紹介していただけますか。はい、じゃあこれが私の出願のタイムラインですね。でちょっと、まあ、先にバックグラウンドみたいなものを説明しておくと、自己紹介の時にも申し上げたんですけれども、私は、学部が終わってから2年間働いてから、今博士課程に進んだんですけれども、それにもまあ一応理由があって、私の場合は、学部の3年次
に、今斉藤くんのいる UBC っていう大学に交換留学をして、でその時に海外の大学院でも行けるかなってちょっと自分で思い始めて、その時に大学院進学をしたいなって思ったんですけれども、で学部4年時に、一応なんかアプライはしてみたんですけれども、まあ、出願数校だけしてみて、でもまだやっぱり自分の研究したい方向性とかが全然定まってなかったせいで、その時はどこにも合格できませんでした。4校ぐらい多分出したと思うんですけれども、でそれがあったので、学部卒業後はそのなんか研究スタッフっていうような感じで、アメリカの大学、私が今いるノースウェスタン大学の研究室で、就職をして2年間そこで、研究経験を得てから、あと PhD の出願に再挑戦したっていう感じになりました。でやっぱりなんかそのアメリカ、なんかその日本で修士を取ってから出願した方が入りやすいとかいうのも、やっぱりもうちょっとその経験がある人ほど大学院側も選考時にこの人はできる人かなっていうのが評価しやすいっていう部分があると思うので、私の場合はそれを多分その働いている期間で得られたのかなっていうふうに思っています。で、今ここのスライドに出ているタイムラインに関しては、その社会人として働いていた1年目と2年目のところが出てます。で私はそうですね、まずやっぱり大学院とか研究室のリサーチから始めて、でこの時期にもその自分の進みたい研究の方向性みたいなものを頑張ってなんか絞ろうと、いろいろ論文とかも読み漁ったりしてました。で推薦状に関しては、私は、その学部時代の指導教官とその社会人として働いてた時の教授と、あとコラボレーターですね、共同研究者の人がいたので、割と多分自分の中でも定まっていたっていうこともあって、結構ギリギリな8月9月ぐらいに、推薦状いいですかみたいな感じで、お話ししたような感じになりました。でエッセイはそうですね、夏の期間、一応締め切りは12月の1日とかだったので、7月8月ぐらいからこう頑張って書き始めて、で、知り合いの人とかにもいろいろ添削してもらったりして、で12月1日提出、サブミットして、でその後、まあ、1月ぐらいまでに合否というか面接へのインビテーション、招待が来るかみたいなところが分かって、で2月3月に面接っていう感じでしたね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に、この今日、今視聴されている皆さんの中に修士課程の留学もを考えておられる方もいると思うので、修士課程で留学してた阿部さんに少し、はいはい、お願いします。はい、はい、私は、ニューヨーク大学の国際教育の修士課程に進学しました。その前のバックグラウンドを簡単にお話ししますと、大学の学部はアメリカの、まあ、これも同じニューヨークのアップステートっていうちょっと北の方のある大学で、IT、情報科学 と、ジャーナリズムを勉強していたので、結構、IT、メディア寄りのことを結構ガツガツやっていまして、ここにフルタイムで正社員として働くってあるんですけど、仕事はメディアの関係のインターネットに関することの仕事をしていました。なのでもうフルタイムで朝の8時とか9時から、6時には絶対に仕事を終わらして、でその後家に帰って、ご飯食べたりお風呂入ったりして、その後に、準備をしました。で結構平日は結構疲れていることが多いので、エッセイとかあとはなんか推薦状のなんか催促ですとかお願いとかのメールは全部週末にカフェにこもってやっていたので、結構バランスを重視しながらやってみました。で、簡単なタイムラインを最初からお話ししますと、7月から10月にかけてプログラム探しをしていまして、8月に奨学金を応募したり、あとキャンパスビジットも、しまして、ここの大学はいいのか悪いのかみたいな、自分に合うの雰囲気が合うのかどうかとか、そういうこともすごく大事だなと思って、有給を取得して5日ほどアメリカのオクラホマの方の大学に行きましたが、そこの大学はもうすごくいいところで、プログラムもすごく素晴らしくて、教授もその分野で有名な方が揃っていたんですけど、オクラホマの雰囲気が私にはちょっと合わないかなっていうのをすごく感じちゃったので、やっぱりニューヨークに戻りたいなってことで、なんか
東海岸方面の大学に絞ろうとしていました。でそれと同時に出願準備として推薦状を大学の時の教授にとか、あとアドバイザーに依頼をしたり、エッセイを書いたり、あとは大学側にいろいろ質問があるので出願するにあたってそういうことを問い合わせをしたり、あと成績表を、あと自分が大学の学部の時に3つの学校に行っていたのでそれぞれに調達するっていうこともいろいろやってました。で12月1月が出願シーズン で結局2月にいろいろ結果が来たんですけれども、ウェイトリストが1件で不合格通知が1件です。でその不合格通知だった大学から別のプログラムを進められまして、エッセイをまた準備し始めたり、また教育系だとグラジュエートアシスタントって言って、先ほどいろいろ皆さんお話ししていたTA に近い感じで大学の各オフィスで働くことによって学費やが免除されたりお給料がもらえたりするっていうものがあって、そのポジションの準備の面接の準備とかもしていたんですけれども、その出願をしている途中にNYU から合格通知をもらって、あやっぱり大都市に行きたいなとか、あとは有名な大学っていうこともあったので、そこで広がるコネクションもやっぱり大きいなと思って NYU に行くことを決めて、それから教育ローンの申請、あと奨学金の応募してビザを取得して、結局私は奨学金は全部落ちてしまったので教育ローンに頼って、で8月に渡米をしたという感じでした。ここまでが私のタイムラインです。ちょっと、会場から質問が、来てて、ちょっと多いのが、デニスさんがノースウェスタンでの研究員をされてたのがどういう経緯かっていうので、ちょっと僕も実は割と僕の周りで知ってる範囲だと理系の人でこういうことを学部卒業でその後に、1年間教授の下で研究員として働いて博士に進学するっていうのは、実はルームメイトも、そういうパターンで、博士に進学してた方で、まあどういうプロセスなのかちょっともしよかったら詳しくお聞かせください。はい、そうですよね、それをちゃんと説明しておくべきだったと思いました。私の場合は、私の場合はもう完全に自分から教授にどんどんメールしたっていう感じでしたね。多分人によってプロセスとかは全然違って、自分の教授、その学部時代の教授がつながりがある人とかがいたら多分すごくレスポンスをもらいやすいと思うんですけれども、私の場合はその学部と今後行きたい分野っていうのが全然違ったので、そこのつながりはもうなくて、だから自分でも本当どん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 なんか数勝負みたいな感じで教授にメールしていって、でなんかそのメールの中でもやっぱり何て言うんだろうな、なんかどういうメールを送るかっていうところに結構もが大事になってくるようなプロセスだと思うんですけれども、そのあんまり長々と書かずに自分をどうメール1個で売り込むかとかいうところもなんかいろいろオンラインにもでもリソースがあるので、やっぱメールでどん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 送っていくっていう風なアプローチでしたね、私は。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もしているので、次の、また多分関連すること出てくるので、次の、出願に必要な書類について、話したいと思います。で、事前に寄せられた質問、まあ、当たり前なんですけど、そもそも出願には何を準備すればいいのかとか、あと、ライティングサンプルはどんなものを書けばよいのか、推薦状は誰にもらったか、どういう基準で選んだか、特にその推薦状は多かったかなと思います。で、あと GRE、TOEFL ですね。あと、さっきも結構出たんですけど、日本の財団からの奨学金の有無について結構ありました。じゃあ次のスライドお願いします。ここに今まとめた、僕がスライドにちょっと、必ず必要なものと、まあ、場合によって必要なものと、まあ、あれば良いものっていうのを3つに分けてみました。で、必ず必要なものは先ほど斉藤さんもちょっと、説明してくださってたんですけど、アメリカでいわゆるステートメントパーパスとか言われる志望動機書ですね。でこれはまあどこでも多分必要だと思います。であと推薦状も多分絶対どこでも必要で、あと CV って言われる履歴書ですね。であと学部時代の成績と何らかの形の英語の能力証明が必要って、これは絶対必要だと思います。で、場合によって必要なものとして、さっきちょっと質問で、されてた方もいたんですけど、 GRE ジェネラルとサブジェクトのスコア で僕の認識だと GRE ジェネラルはほとんどのアメリカの大学院では必要とされているっていう認識ですね。ただ、最近ちょっと、この GRE について、まあ、要件を取り払うプログラムも出てきてます。で、一部の理系の
大学院でサブジェクトって言われる、例えば物理だったら物理とかのスコアが必要なところもあるっていうふうに聞いています。でこれについて何か、GRE の受けた経験のある方で、サブジェクトを受けた方とかおられます？はい、いない。僕、物理のサブジェクトを受けました。必要だったんですか、出すときに。アメリカも考えてたので、はい。そこでアメリカの大学院は全部必要だったんで、サブジェクトを物理で受けました。ありがとうございます。私はだから1年前にアプライだったんですけれども、私がアプライしたときは、私5校ぐらい出したのかな、ほぼ全部 GRE はもうなしになってて。あ、そうなんですね。はい、なんかやっぱ自分の働いてた大学のアドミッションオフィスとかにもちょっと話して聞いてみたんですけれども、やっぱりなんかあんまりいい基準ではないかもしれないっていう方向、そういうトレンドらしいですね、やっぱ。そうですね、なんか、僕が出したのは2017年だったんですけど、その年ぐらいから一部の大学があって GRE なくそうみたいな運動はあって、まあ、なくなってるところも多いのかなって思うんですけど、まあ、一部のところではまだ残ってるっていう感じですね。で、次にライティングサンプルで、多分さっき阿部さんがおっしゃってたエッセイっていうのも多分このライティングサンプルのことだと思うんですけど、違います。違います。エッセイはステートメントオブパーパスのこと。ステートメント、すみません。じゃあライティングサンプル、ちょっと理系であるのかわからないんですけど、これ社会科学とか人文系では多分 ほぼ全部のプログラムであって、まあ、論文を一本見せてくれっていう感じの、要件なんですね。で、まあ、それをちょっと論文をもうちょっと短くしたものなんですけど、でこれも、評価に使われて、まあ、割と見られることもあるっていうふうに考えてます。で、あとは、そうですね、あと、コネについては先ほどちょっとあったんですけど、日本政府や民間財団の奨学金は、博士だと、まあ、大体そのお金がついてくるんで、なくても、まあ、進学できるかもしれないけど、修士課程だと結構その、あるかないかで、進学できるかどうかもその経済的な事情によって変わってくると思うんですけど、他に何か付け足すこととかある方います？ここで OK じゃないですかね。奨学金に関してなんか結構いう質問がいっぱい出たので、はい、雑に拾うんですけれど、誰でも申し込めば通るっていうような感じでもないです。結構厳しいです。で、結構厳しいので、頑張って準備してください。で、さらに、その奨学金を準備する過程が、この結構出願に必要な書類を準備するのと共通するところもあるので、まあ、練習だと思ってやっていただければいいなと思います。で、タイミングとかの話もあったので、特に博士用の大学院用のだと、その、やっぱメインが合格に、合格可能性を上げるようなことを目的としているものが多いので、そうすると出願がだいたい年末とかになるんですけど、大学への出願が年末とかになるので、そのより優位に前に、例えば10月とか10月早いか10月11月もう遅くても12月ぐらいには、合格が出るものが多いです。なんかそれを使って出すというもののものもあります。僕が受けてた時はもう一つジャストの奨学金はすごくタイミングが遅くて、なんかもらえるけど遅いなっていうふうに思った記憶もあるので、その辺も要チェックです。あとちょっと質問で推薦状についてとてもたくさん出てたんですけど、推薦状どなたからもらったかっていうので、例えば僕の場合だと、割とその学部の時に行こうって決めたんで、その指導教員もアメリカの大学とつながりがあるような指導教員の方を選んで、学部修士の指導教員どちらともまあまあ、欧米の大学で PhD を取ってる方で、あともう一つ、授業を取って割、あと研究の話とかも相談に行ってた3人目の先生と、あと海外でインターンした時の先生みたいな4人、みんなそのアメリカの大学とつながりのある先生を選んで、推薦状を書いていただきました。何か他になんか戦略取られた方とかいますか？ちょっと質問できてていい質問だなと思ったのがあったんですけど、その推薦状を書いてもらう教授の分野は関係あるかと、その人たちのなんかステータスみたいなものが結構重要なのかっていう質問が。確かにいい質問です。なんか僕の印象だと絶対、すごく関係があると思って、特にこっちの受け入れてもらうプログラムの先生が知ってる先生だとかなり強いかなって思ってて、実際すごく印象に残ったのが、入学した後に、3人目の先生、
まあ、一番つながりは薄かったんですけど、その先生一番有名な方で、でアメリカでも知られてて、でなんか、指導教員ではなかったんですけど、なんかそのどちらかというとその人の学生みたいな感じで、その人から指示をもらった学生みたいな感じで扱われたのは印象に残ってますね。他に何か、ある方います？どういう方から推薦状をもらいました？デニスさん。私は、3人のうち、結構関係ない人も意外と多かった。1人は多分木原さんと似たようになんか結構知られてる人から推薦状もらえて、で一応多分あれですよね、推薦状って 3枚あって、こうメインなんか一応順序付けられてるので、そのやっぱ一番大事なやつ、一番目の推薦状はそういうなんかビッグネームの人とかがあったらいいと思うんですけれども、まあ、基本的になんかそのルールがあるわけじゃないので、私はその3枚目とか全然分野は違う教授の人に書いてもらってて、分野は違うけれども私のことをよく知ってる人みたいな、そういうのも結構バリューあるのかなって思いますね。なんか授業を教えてたとかそういうだけじゃなくて、この人に指導してもらいましたとかだと、なんかその人の言葉は信用できるかなって多分言うような見解になるのかなって私は思うんですけど。阿部さんは修士課程で留学されたってことなんですけれども、はい、修士行くときに推薦状っていうのは、どういう方がもらわれましたか？はい、ですね、私は今日その大学では全然研究活動とかしてなかったんで、授業を取った教授で、特にいい成績を取った授業の教授にお願いして、あとなんかオフィスアワーに頻繁に通っていて、ちゃんと顔見知りであることとか私のことをよく知っている人が、まあ、すごく大事でしたね。あとはアメリカの大学だとアドバイザーって言って、アカデミックアドバイジングをしてくれる、生活とかその学問のこととかを相談する人が絶対いるんですけれども、その人で私のことをまたよく知っている人っていうのにこだわりましたね。全く知らない人にお願いする、ビッグネームにこだわりすぎて全く知らない人にお願いするっていうよりも、自分のことをよく知っている人っていうのに私はこだわりましたね。あとそれだけじゃ足りないので、上司ですね、仕事をしていた時の上司にお願いをしましたって感じですね、私の場合は。ありがとうございます。確かにそうですね、僕も多分、全く知らない人に頼むのは割とリスクはあるかなっていうか、やめた方がいいかなっていうのは思います。もちろん他の意見を持ってる方もおられると思うんですけれども、結構よく知ってる人の方が、いいっていうのはよく言われることかなと思います。じゃあちょっと時間もしてるので、次のいいですか、奨学金届くだけ、はい、ちょっとまとめ補足すると、推薦状2点ポイントがあって、自分のことを知っている人、自分の能力を示すことと、あとそれを客観的な仕様とすること。なので自分のことを知っている人がいいのはもちろんですし、でかつ客観的な仕様って意味では、僕のこれのお話でもしたように、知っている人、留学先が知っている人がいいです。なのでこの辺をバランスよく集める、3つ以上集められるので、バランスよく集めるのがいいと思うんですけど、一つ一番効果的っていうのがあって、これができると最強っていうのは、留学先の教授から推薦状をもらうことなんですね。なのでこれ、いやそんな簡単ではないんですけど、例えば事前にインターンとかそういうプログラムでよく知っている方なら、そういったことが可能なので、そういった意味でその事前の学務時のインターンであったり、あるいはその大学の訪問だったりを使ってもらえればなと思います。ありがとうございます。では、次なんですけれども、これも結構質問が多くあって、まあ、さっきも出たんですけど、出願大学、出願研究室の選び方っていうので、まあ、どうやって選んだかっていうので、これに関して、じゃあ、デニスさん、何かありますかね？出願大学をどうやって選んだかっていう。出願大学は、出てますよね。はい。出されたっておっしゃってましたよね。あ、そうですね。出願大学に関しては、それこそなんかなんかいろんな大学ランキングみたいなのを調べて、その自分の分野でどの大学が有名かみたいなところから一番最初はそこから入って、で、まあ、研究室をこうどんどん本当時間がかかるプロセスなんですけど、研究室を調べていって、で最終的にはそうですね、やっぱ研究室、合いそうな研究室が一番多かったところを5校ぐらい選んで出したんですけれども、私の場合、まあ、生物系とか医療系だと、なんていうの、入学時に研究室が決まってないことも多くて、なのでなんかいくつかこう興味のある研究室みたいなのを、
出して出願をして、で入ってから1年後ぐらいにこうどこの、ラボに所属になるかみたいなのが決まるっていう感じのプロセスでしたね。南出さんはどういうふうに選ばれました？出願リストとか作られました？ちょっとさっきのほどの時も少し。そうですね、全然どうやって選んだかみたいなのはなかったんですけど、いくつやっぱりさっき、斉藤さんもおっしゃってたんですけれど、指導教官とかあるいは他の先生方の紹介に聞いて教えていただくっていうのが一番結果的には効いた選択肢でした。それに加えてもちろん大学ランキングとかでも調べましたし、で自分が論文を読んでてこれ面白いなっていうような先生方でも選んでいくっていうのがまあ一番のことだと思います。で最終的な決め手としては、逆にそのデニスさんの分野と違ってうちは結構もう指導教官で選ぶって感じなの で指導教官を指導教官とのマッチングってなんかある分野ではマルチって言われる、結婚って言われるぐらいに結構大事なもので、その卒業大学中だけじゃなくてその後もずっと同じ分野で関係が続いていくものなの でかつその結構途中で辞めちゃう人とかも見るんですけど、その結構主要な原因の一つに指導教官と合わないみたいなのもあるので、その人柄とか自分と合うかみたいなのを結構重要視して選びました。一番生徒を大事にしてくれる人だよみたいなことを他の人から聞いていたので、この人いいなと思って選びました。ありがとうございます。今、指導教員とのマッチングって話が出て、なんか特に理工系の方の場合そういう印象が強いんですけど、まあ、僕が知ってる限り例えば社会学とか社会科学系の分野の場合、あと人文系の分野の場合、プログラムとのマッチングっていうその傾向が強くて、だから、例えば僕の場合だと、まあ、その大学の例えば社会学部ごとに、この研究分野が強いっていうのがあるんですけど、特定の先生一人で選ぶっていうよりは何人かつきたいと思える先生がいるところに出願した方がいいっていうふうに、まあ、いろんなアドバイスを受けたんで、その大学ごとに、まあ、ランキングとかも見ながら、自分がしたい研究をしている先生をリストアップして例えば3人以上いるところに出すみたいな、そういうふうにして決めてよかったなと思うのは、まあ後から移動か、入った後に移動しちゃう先生とかもいるんで、まあ、そういう時にもまだつける先生がいるっていう、はい、のでよかったなっていうふうに思いました。修士に進学された安倍さんは、さっきビジティングされたっていうのをおっしゃってたんですけど、はいはい、何か他に一つがありますか、この選び方に関して。選び方に関しては、ちょっとこれはイレギュラーなやつ考え方だと、考え方というかやり方だと思うんですけど、私がやったことの一つとして、自分が進みたい分野に関するコミュニティみたいなのが Facebook にあるんですね。すごい巨大な教育系だったら例えば高等教育や国際教育に関する大きなコミュニティ Facebook グループがあって、そこになんかこれからこの分野で出願したいんですけど、いい大学やプログラム知りませんかみたいなのを書くと、すごい数の量の、レスポンスが来るんですね。私だけだと、私が一つ投稿しただけだと多分30件ぐらい、もう今すでにいる、もうアメリカ人の人なんですけど、ほとんどは、けど、からレスポンスがもらえて、そこからなんか調べていくって感じなんで、からもうその道にいる人たちから聞けるっていうのがすごく良かったですね。だから結構 Facebook のグループって使えるのかななんて思いますけど、これがなんかでも全ての人に当てはまるかどうかよくわかんないですけど。ありがとうございます。じゃあちょっと時間が押してるんで、最後、少しだけ、出願の振り返りについてなんですけれども、事前に寄せられた質問の中で、その学部のうちに例えば交換留学とかした方が良いかとか、あと、まあ、何か後悔してることとか、もう一度出願やるんだったらこうするとかあるかっていう話だったんですけど、多分ここの中では交換留学をしてた方は結構多いんですね。僕は交換留学、僕と斉藤さんとデニスさんは、交換留学してたんですよね。あ、南江さんも交換留学、そうですね。で、割とやっぱり皆さん影響してる感じですかね、その交換留学っていうのは。出願には。あ、僕で言うと、結構はい、そういうので、やっぱ北アメリカとか全般的にどういう、住むのがどういう感じなのかなっていうのは知れたのはかなり大きかったです。何か、出願プロセスを振り返って、今だったら絶対こうして、後悔していることとかある方います？1点よろしいですか。
実願準備をする上で英語とかすごく大変な方多分多いと思うんですよね。僕もすごい大変ですごい時間かけたんですけど、まあ、あの一方であのすごい時間かけてそんなに目立たないような成績だったんですね。でほとんど時間をかけなかった GRE のクオンティテイティブとかもほぼ満点みたいな感じなの でそれで自分がやっぱ頑張ったので英語とかを押しちゃうと結構それは不正解な戦略でだって目立たないので、でも全然頑張らなかったクオンティテイティブとかあるいはもっと他の押していった方がよりうまく押せたなと思うので、なんか時間をかけてすごく準備は大変なんですけど、同時に他の人と比較してその市場の中で自分がどれが長所なのかというのをもっとちゃんと把握できてればもっとうまくできたなと今思ってます。ありがとうございます。じゃあちょっと時間が結構おっしゃったので、これで、この出願プロセスについては、終わって次に行きたいと思います。じゃあデニスさんお願いします。はい、じゃあ次は、安倍さんが進行していただく、留学の動機や意義についてのパネルディスカッションに移っていきます。OK ですかね、もうどんどん入っちゃって。はい、はい、まあ、これもちょっとあの時間がちょっと 長引いちゃうかもしれないんですけれども、一応パネルディスカッションのセクションごと15分ごとっていうふうにやってるので、あのそういう感じのつもりでやってもらって大丈夫です。安倍さん。はい、わかりました。と、まあ、最初にあの学部留学の動機と渡航前の心境っていうところについて皆さんにお聞きしていきたいなと思うんですけど、なんか学位留学を考え始めたきっかけとなった出来事はさっきあの多分交換留学か、あとあの今までなんかやられてきた活動などについてお話しいただいたのでちょっと割愛したいなと思うんですけど、ですね、なんかピックアップするとしたら、学位留学をすることでなんかどのような期待ができると思ったかについてなんか聞きたいなと思うんですけど、例えば、木原さんどうでしょうか。学位留学を考え始めたきっかけですか。なんか学位留学することで自分がどうなれるかとか、なんかどういうふうになんかこうあのキャリアを積んでいけるかとかをどう考えてましたか。はい、そうですね、なんか自分としてはやっぱり研究があのアメリカに関するって移民のアメリカの移民のことなんで、やっぱりそのアメリカに行かないとダメだっていうそういうものが大きかったですね。ありがとうございます。南出さんはどうでしょうか。ありがとうございます。これ難しいですね。その思ったように結局進んでないので何とも言えないんですけれど、はい、やっぱりその研究に集中できるのだとやっぱり世界中にコネというか人脈というかネットワークがつながっていくっていうのは期待は持っていました。やっぱりその日本の中で集まってくる日本にも留学生は来てますけれどに比べて世界中で集まっていって、かつ日本にいたら海外に出ても日本のはまだアクセスしやすいですけど、日本に行って海外にアクセスする、例えばアメリカの研究者にアクセスするよりもアメリカにいた方がいろいろアクセスが広がるなと思ったので、うん、そういったことは期待してました。確かにネットワークはとか情報のアクセスのしやすさってすごく大事になってきますよね。今後そのアカデミアにしろなんかインダストリーにしろキャリアをなんか世界とコネクトするっていうふうに考える上では、じゃあなんかこの登壇者の皆さんで周りからなんか賛成やなんか逆に反対意見みたいなのがありました。学位留学をするってなんか周りの人に言った時に家族とか友達とかなかったですか。これ僕いいですか、ちょっと。はい、どうぞどうぞ。学部にいた時にまあ、学部は卒論とかないんで指導教官ではないんですけど、まあ、そういう存在の人から、まあ、別に僕学部東大だったんですけど、東大でこういういいすごい研究ができるんだから海外になんか行く必要ないっていう、もう教授から面と向かってお前は金のために行くのかみたいなこと言われたんですけど、まあ、別に金のために行っても今となっては全然何が問題なんだっていう感じですね。まあ、僕としては自分が行きたいなら行くべきと思います。なるほど。なんかじゃあもう確固たる信念みたいなのは持ってらっしゃったんですね、この当時から。まあ信念というかは、まあ自分が今それが一番留学するのが一番いい選択肢だと思ってるから、まあそうしようって感じですね。なるほど、ありがとうございます。なんか他の方はありますか。ないかな。なんかどうぞ南出さん。
あ、じゃあ今関連するのでちょっとだけ、はい、よく僕自身はそういう幸いにもそういうのはなかったんですけど、やっぱりその海外の大学に留学するって、その日本の教育から見ると結構優秀な人材が逃げていっちゃうんですよ。だからそういう意味でその逃げていっちゃうというか、まあ、なので短期的に見るとやっぱ労働力というか一緒にやってくれる人を失ってしまうので、その寂しいであったり、まあ、実際にちょっと短期的な損失にはなるという意味で反対を受けるみたいな話もよく聞くんですけれど、長期的に見ればやっぱりね、その研究室に見てもネットワークが広がるはずですし、もっともっと大きな目線で見ればやっぱりそうやって交流がどんどん進んでいって垣根がなくなっていく方が日本のアカデミーにとっても意義があることのはずなので、まあ、そういった反対を受けられているから結構しんどいと思いますけど、いろんな方と相談して、いろんなところと相談して、もちろんサポートしてくれる人もたくさんいらっしゃるので、そういう意義を分かって、なのでいろんなところに自信を持って続けていってほしいなと思います。そうですね、本当になんかおっしゃる通り、いろんな人からなんかに意見をもらう、でなんか逆に賛成意見をなんか聞いて自分をなんか肯定することも大事なのかなって私はちょっと思ったりしました。次のスライドいきます。学位留学の域で、この3つの質問は、事前にいただいた質問の中から来てたんですけれども、文系でも大学院に進学するべきなのか、海外の大学院に行くか、それとも日本の大学院でなんか、研究活動を続けていくのか、でまたコロナウイルスのパンデミックの中、なんかいろいろなんか計画がずれたりする人も今多くなってきてると思うんですけれども、そんな中でも留学するべきなのか、それとも日本で働いてから数年待っていくのかっていうことについてお話を聞きたいんですけど、なんかこの3つの中でどなたか意見とかお話ししたいことございますか？全体的な方針として、まずコロナウイルスに関してはやっぱ今刻一刻と事情が変わっていってますし、我々もその専門家ではないので、ここではあまり取り上げないつもりではいます。なのでそれこそ本当に毎日今状況が変わっているので、できるだけ皆さん自分でチェックするようにしてください、いろんな情報を。そうでも結構研究とかもやっぱ続いてる大学は多いですね。なんか全部がシャットダウンしてるわけではない、ビザとかに関してやっぱ状況はそれこそ南出さんのおっしゃるように分かんないですけれども、コロナの中でも、まあ、皆さんの話もぜひ聞きたいんですけど、やっぱ研究者の人たちは結構なんか続けてる、結構普通に研究続けてるような印象が私はあるんですけど、どうですかね。毎週のミーティング、研究室のミーティングがまあ、オンラインになったっていうだけで割と続いてて、かつなんか逆に全部がオンラインになったんで、例えば、学会結構その先にある学会で会う予定だった、例えば西海岸の、僕東海岸にいるんですけど、西海岸の研究者とのミーティングもどちらにしろオンラインになるから先にやっちゃおうみたいな感じで、結構早く研究が進んでる例とかも、まあ、聞いたりはしますね。他に何かございますか？文献のやつ結構質問も来てたので、木原さんと安倍さんの話、はい、ぜひ聞きたいです。文系、僕はどちらかっていうとやっぱり、まあ、研究テーマにも、特に PhD 課程の場合は研究テーマにもよると思うんですけど、やっぱり、留学する意義はかなり大きいのかなっていうふうに思います。まあ、自分が考えるのは意義はいくつかあるんですけど、まずやっぱり語学の面で、英語の文献の方が、本当に圧倒的に多いんで、で、その中で、その英語の論文を、英語で論文書いてる人たちと、日々会って、情報交換したりできるっていうのもありますし、あとは、まあ、もし海外の研究されてるんであれば、その研究されてる対象の、国に行くのはやっぱり重要なのかなっていうふうに思います。安倍さんはどう？私も本当に進学したいと思うなら絶対するべきだろうだな、まあ、お金の問題とかもちろんあると思うんですけれども、私はアカデミアではなくて結構インダストリーよりの人間なんですけど、自分のなんかキャリアアップとか、あとはなんかキャリアチェンジとか、あと視野を広げるためにもすごく大事なことだなと思っていて、私自身、教育の前はメディアとか IT の分野にいたんですけれども、教育のことを全く知らないけど教育でキャリアを積んでいきたいなと思った時に、やっぱ修士号ってすごくそういう意味でキャリアチェンジをするのに手っ取り早いんですよね。で、そこのベースの知識を身につけたり、
あとはその道でコネクションですね、その道のにいるなんか業界の方とつながったり、あと研究のなんかスタート地点に立つっていう意味でもすごく私は有意義だったなと思うし、本当に大学院修士を取ってよかったなって心の底から思いますね。じゃあ次のスライドに行きますね。時間も押しているので、在学中にカルチャーショックを経験された方が多いと思いますけど、まずカルチャーショックってどんなものか簡単に説明すると、主に4つのステージがあって、ハネムーンステージ、アンギザイティステージと、アジャストメントステージ、アクセプタンスステージっていうものがあって、最初は結構いろいろなことが新しくて楽しい時期を経験されるんですけど、多くの留学生が。けど、だんだん慣れてきて、いろんなことがなんかうまくいかないし、語学の面でも壁にぶつかるとか、そういう問題を抱える時期っていうのは、結構どんな方にも共通して起こることをやって、あと研究でも証明されています。で、それからいろいろ問題解決ができるようになって、現地の生活に順応していって、最終的には、なんかあまり悩まなくても、日常生活がスムーズに行えるようになるっていうんですけど、なんかここでは主にアンギザイティステージの方になんか注目したいなと思っていて、なんかここの登壇者の皆さんで、留学後になんかぶつかった壁とか、なんかうまくいかなかったこととか、またそういうの上でどういうふうになんか問題解決していったかっていうのをお聞きしたいんですけど、なんでなんか研究でもいいですし、日常生活のことでも何でもいいんですけど、何かございますか？私最初アパート探しのやり方がやっぱ日本とアメリカで全然違ったので、そこが結構アンザイティだったかなって思いますね。本当に一番最初の最初なんで、でもどういうふうに解決したかって言われると、最初のアパートは結構なんか変なところとかに住んでたりもしたんですけど、なんかいろんな周りの人と話してなんかどういう基準で探していったらいいかとかを、学んでいくしかなかったような気がしますね。確かに、なんか本当に周りのサポートを得るのって、その留学中、もう生活面でも学業面でもすごく大事ですよね。アパートは本当にやり方も全然違うし、現地でのリソースもわからないまま行くと大変だなって、私も自分の経験から思いますね。ですよね。他に、はい、他に、じゃあ、木原さんどうでしょうか？研究とか。まあ、何でもいいです。思いつくのは、TA が、多分皆さん同じような経験されてるかもしれないんですけど、最初の TA 結構、やっぱり、大変で、アンザイティは本当にたくさんって感じで、特に、僕の場合、なんか、セクションを1時間こう教えるみたいな、一人で、感じで、で、なんていうんですかね、やっぱ学生の顔とかが結構、なんていうんですか、なんかあんまりこうつまんなそうな顔してると結構心が、傷つくっていうか、あとなんか発音でもしかしたら分かってないのかなみたいな、時とかに割とショックを受けるっていうか、英語はある程度自信あるつもりだったのに、やっぱりなんかちょっとダメかみたいな、そういうちょっと、はい、ありましたけど、ここ1年で割とよく、はい、割とそれで、その問題解決したかなっていう感じです。確かに語学の壁はやっぱり大きいですよね。なんか日本でできると思ってても、実際行ってみると、なんか自分できないって、なんか落ち込んじゃったりとかしちゃいますもんね。じゃあ、斉藤さんはいかがですか？カナダで。はい。これはカナダに限らないと思うんですけど、結構僕は、自分がいる学部とか研究所の他に友達がいるのが、大事なんじゃないかなと思っていて、でもそれも結構そのアングザイティはあって、僕は幸運なことに最初のオリエンテーションとかでいろんな人とバーッと知り合って、で友達とか作ったりしたんですけど、遊びに行ったりしても、全然なんか喋れないこととかもあって、英語の問題で、でそういうので、全然喋れないからつまらない人だと思われてたらどうしようみたいな、そういうのは結構あったりして、でも割とみんな多分優しいと思うんで、基本的な普通の人間なら、なんでそういうとこはあんま心配しなくても、悩むのは当然あると思うんですけど、そういうとこは時間が経てば乗り越えれるとこなんで、あんまり心配しなくてもいいかなと思います。そうですね、なんかもうトライ&エラーの本当に繰り返しですよね、はい、で最後に南出さん、何か付け加えることとかございましたら。どんどん皆さんおっしゃっていただいたようなことなので、あれなんですけど、一つ行く前にそんな関係ないだろうってバカにしてたのがやっぱり気候で、
斉藤さんもおっしゃってましたけれど、ペンステイト、ペンシルバニアってめちゃくちゃ寒いんですね。一番寒い時にマイナス20度とかになるんですけど、こうやって冷凍庫より寒いんですよ、そのでなんでこんなところに人が住んでるんだろうってすごく疑問で、その時もでなんでしょう、イメージできないで、実際そこまで寒くて暗いと気分的に持ち込んでいってしまうので、そういったいろんなのをダブルパンチは結構辛かった記憶があります。気候も大事です、長くいるので、うん、本当に気候がアメリカのほとんどのところがすごく寒いと思うんですけど、もちろんカナダもなんかそういった中でもなんかどうストレス発散方法とか見つけていくのも大事なのかなって個人的には思ったりしますね。じゃあ私の、セクションはこれで終わりにして、次デニスさんに移りたいと思います。はい、はい、次キャリアですね、はい、ありがとうございます。じゃあ私のセクションでは学位留学とキャリアっていうタイトルで、キャリアと学位留学のにまつわるいろんなトピックについて話していきたいと思います。次のスライドお願いします、はい、じゃあまずその留学前のキャリアっていう、まあ、言い方もちょっとあれなんですけれども、その留学前に皆さん、修士課程だったりとか社会人だったりとかどういうものだったのかっていうのを、まあ、もう話していただいた部分も多分かなり多いと思うんですけれども、皆さんちょっと簡単に一言ずつ説明していただけたらなと思うので、じゃあ阿部さんからお願いしてもいいですか。留学前のキャリアは、まあ、学部はアメリカに進学してまして、最初はコミュニティカレッジっていう短期大学から4年生の大学に、編入して、大学卒業したのが2016年の冬で、その在学中に就職活動をしていて、内定もらっていた会社にその次の年の2017年の2月から就職をして、だけどなんか東京での生活とかに馴染めなかったり、あとは自分のなんか専門分野が欲しいなと思っていて、なんか昔っていうか大学時代から興味があった国際教育とか異文化コミュニケーションの分野で修士号が欲しいなって考え始めてから大学院に進学をしたのがその次の年の2018年の8月ですね。だから日本にいたのは1年半でしたって感じですね。なるほど。斉藤さんはどうでしたか？僕の場合は学部、まあほとんど学部から直接って感じです。で、学部が卒業するのは3月なんで、で9月の留学するまでは、まあ教授の紹介で理研で研究アシスタントをしてました。まあそういう感じです。なるほど。木原さんはどうでしたか？この場合は多分一番多いかもしれないです。日本で修士課程を修了してから PhD 入り直すっていうか、まあ5年間、最初5年間の1年目からやる。なるほど。南出さんはどうでした？ちょっとこれ特殊で、おそらく B4 の終わりか M2 の終わりか、あるいは D に入ってから入るタイミングで出願する方が多いんですけど、僕 M1 の終わりで出願してて、で、これは B4 で落ちたからなんですけれど、そうすると修論とか卒論とか被らないタイミングで出願できるんで案外悪くないです。で、確かに で僕はたまたま短縮卒業できたので修士号を持ってるんですけど、別に卒業できなくてもそのままなんでしょう、途中で辞めて M2 の途中で辞めて進学するっていうのも可能なので、それも検討してみてください。確かに、そういえばさっきスライドで1年で修士っていう質問が来てたので、そういうことだったんですね。なるほど。あと結構質問で多かったのが、社会人からのドクター進学コースはありなのみたいな質問があって、まあ多分皆さんありっていうことで感じだと思うんですけれども、阿部さん社会人されてから進学されたっていうことだったので、はい、なんか社会人から行くからこその大変さとか、まあ、メリットとか逆にあったらちょっとお話ししてもらってもいいですか。社会人から行くことのなんか大変さみたいなのは、やっぱり出願時期がすごく大変ですね。仕事をしながらアプライの準備もしなきゃいけないっていうのが個人的にすごく大変だったのと、あとその学部の時にアメリカにいたので日本とのコネクションがなかったことから、結構なんか奨学金のアプライとかもすごく大変でした。なんか社会人の方でそこに苦労される方はなんか多いっていうのは聞いたことがあるんですけど、そこが
まあ、ネックにはなるんですけど、まあ、実際アメリカに行ってみると社会人経てからドクターに行くっていう人なんてすごくもう本当にたくさんいっぱいいますし、なんか5年間修士持ってから5年間働いてやっぱりドクターへみたいな方も本当にたくさんいますね。特に教育系だと本当に多いです。確かにそうですよね。あと質問にもそういえばさっき来てたなと思ったんですけれども、木原さんが博士課程の途中から留学は年齢の問題がとおっしゃられていましたが、PhD の留学では年齢の問題はどれほど、あるいは何に影響するのでしょうかっていう質問が来てて。それについてなんですけど、あの年齢って言ったのはどちらかというと、なんか何か僕が年齢を気にしたのは、今僕28なんですけど、何かあって失敗して日本に戻らなきゃいけなくなった時、または博士を修了した後にアカデミアでの仕事がなかった時に、僕勤務経験とかもないんで、いや新卒でお仕事探さなきゃいけないと。でアメリカでは年齢正直多分基本は関係なくて、だから例えば僕の同期でも割と僕同期の中では若い方で、一番上が多分30代後半の同期とかもいるんですけど、で若いと本当に、学部卒で入ってきた人もいる、もうちょっと下もいるんですけど、ただ多分僕中央値よりはちょっと下で、ただその日本に戻るときに何か、日本だとやっぱり年齢が重要、就職の場合例えば新卒でちょっと最近ちょっと一度だけちょっと弱気になって調べたことがあったんですけど、そうするとやっぱりそのなんか30歳までみたいなこと書いてあるんです、ね、そしたら博士終わる頃多分僕30ジャストが31なんで、あこれちょっと結構やばいんじゃないみたいな、そういうこの話で、アメリカの博士に行くときには多分年齢はそんなに気にしなくていいんじゃないかな。そうですよね、ありがとうございます、クリアにしていただいて。じゃあ次のスライド行ってもらってもいいですか。はい、じゃあその PhD とか、まあ、マスターとかの在学中にも皆さん今後のキャリアに向けてキャリア形成をしていくためになんかいろいろ活動とかされている方がやっぱり結構多いので、皆さんが登壇者の皆さんがどういうようなキャリア形成に向けて活動してたか、在学中していたまたはしているっていうことを聞きたいと思うんですけれども、じゃあ南出さんからまず聞いてみてもいいですか。のためにキャリア形成、まあ、さっき交換留学したみたいな話もあったんですけど、それは1ヶ月ぐらいのわずかなもので、それでアメリカの雰囲気を見て帰ってきたという感じになります。でそれが理想的にはそういうのを準備して、でそこに出願するみたいなのが必要だったんですけど、ここにも最初の質問にもあるように、僕は専攻を結構変え、工学系から理学系に変えてしまったので、それは直接は使えなかったりしました。推薦状は書いていただきましたけど、うん、PhD の途中には何かインターンとかはされました。そうでした、そうでした、ね、そうで、はい、ほぼインターンされてる方が僕もしましたら結構いました。特にそうでした、ごめんなさい、卒業の1年前とかからやっぱ皆さん就職を考え出すので、その時期にインターンとかする人が多いです。で僕もNCAR っていうアメリカの気象研国立研究、国立の研究所のところにインターンとかもしたりしました。そこでまあ結構インターンなんでしょう、その就活の一側面っていう面が強いので、そこで自分を売り込んでおいて、こういうことができるっておいてなるっていう方が多いです。NASA にいた時も、これは自分がやったことではないんですけれど、 NASA にたくさんインターンの子が来てて、でそれをもとにそこでなんでしょう、もう仲良くなってたり実力を示したりみたいなしてる子はやっぱりすごくプラスに働くので、そういったようなことをやってる方が多かったです。うん、なるほど。木原さんは何か在学中されてますか、キャリアに関して。学部の時、だから PhD に来る前に、3ヶ月、スイスの大学で研究インターンとして働いてたことがあったんですけど、逆にその PhD 始めてからは特に社会学とかではインターンはしてる人は少ないですね。やるとしたら、僕はしてないです。で、やるとしたら、それこそその、先ほど、南出さんがおっしゃったように、卒業の数年前に、アカデミアを離れて、民間のシンクタンクとかで就職したい人が、インターンをするっていうのは聞きます。なるほど。そういうオポチュニティとかもあるんですね、結構。斉藤さんはどうですか？なんかされてますか？は修士の時にもらってたカナダの奨学金がインターンシップが要件だったんで、それでしました。でも僕としてはあまりインダストリーに就職することは考えてなかったので、研究所内にある
まあ、一応企業みたいなところでインターンシップっていうことにしてやってました。でも周りはあの他のそういうバンクーバーにある企業とかでインターンシップしたりとかして、それが直接就職につながるかっていうと必ずしもそうじゃないのかなと思います。でも結構やっぱレジュメとかに履歴書みたいなのに載せるいい情報みたいな感じにはなりますよね、やっぱ。あ、確かにそうですね、はい。あとはあの安倍さん、あ、すいません、インターンシップしたい人用とかの奨学金とかもあったりして、でそういうのも、はい、使ってる人は結構います。安倍さんはどうでしたか？私ももちろんあのプロフィールにも書いた通り、インターンは2つ、インターン2つと、あとオンキャンパス、大学のキャンパスであの働くっていうのを1つ経験をしました。あのもう特に教育系の修士の分野だと、あのもしアメリカに残って就職をしたいっていう場合は、本当に在学中にインターンをとか、あとオンキャンパスで働くっていうこともできるだけたくさんやって、あの履歴書に何か一つでも多くのことを書かないと本当に話にならない世界で、周りのアメリカ人の学生とのも競争だし、彼らはみんなあの大学の何かしらのオフィスでアシスタントとして働いてお給料もらったり、学位免除とか受けていたりするの で結構留学生はそういった面でなんかアドバンテージが低いっていうか、そういう感じだったので、とにかくあのインターンを得ることに必死で、あのキャリアあのオフィスですね、大学のキャリアオフィスであの模擬面接したり、レジュメ見てもらったり、カバーレター見てもらったりっていうのを本当にもう週に3回とか通ってやっていましたね。はい。でも確かにそれはいいポイント。キャリアオフィスは結構どこの大学にでもやっぱあって、サポートはいいですよね。はい、そうですね、本当にすごく助けられましたね。で結果的に、あの大学 の別の大学なんですけどの交換留学オフィスですねっていうのも、あのアメリカ人が、1セメスターとか1年間かけてあの他の国に行く時のあのビザのアドバイジングって言って、ビザをどうやって取得するのかとか、ビザの書類を全部チェックして不備がないかとか、あのアドバイスするあのインターン をやっていたのと、あとは留学生支援の NPO がニューヨークシティにあるんですけど、そこでイベントあの運営のお手伝いって感じでやっていましたね。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ次のスライドお願いしてもいいですか？これで一応今のパネルの最後のスライドになるんですけれども、皆さんこれもちょっと意義とかにも関わってくるのかなって思うんですけど、その大学院が終わった後のキャリアをどう考えているのかっていうことに関しての質問も結構たくさん来てて、例えばなんか今の国に残るのか、そうなったら就職は難しいのかどうなのか、で日本に戻るってなったらできるのか、日本での就職は難しいのかとか、いろんな質問があると思うんですけれども、皆さんそれぞれなんか自分が今後どういう方向性を考えているのか、まあ、南出さんは多分もう就職されてますけど日本で、それに関してなんかどういう方向性を考えているのかっていうことと、なんかそれに対するなんかハードルとかメリットみたいなものがあったら、あのお話ししてほしいなと思うんですけれども、じゃあ南出さんからお願いしてもいいですか？また、はい、はい、まあ講演であった通りではあるんですけれど、今あの質問にもあったので、今日本に戻ってきてますけど、今後もずっといるかっていうのをまだ僕も分かっていなくて、そもそも今の助教職が5年なので、そこから今後は東大にいわゆるテニアトラック的なポジションなので、そこでテニアを取れて残るかも分かりませんし、あるいはもっといいところがあって出ていくかもしれませんし、結構僕もまだ分かっていない状態になります。そういう意味であの NASA の外部研究員のポジションまだ残ってますし、あのそういった可能性も全然考えてます。今結構分かんないものですね。ただしやっぱ日本に帰ってくるとアメリカとのを続けるのはなかなかちょっとアメリカにいた時より難しいなとも感じるので、結構積極的にあのいろんなことに関わってやっていってる状態ではあります。なるほど。木原さんはどうですか？僕の希望としては、できるだけアメリカでのアカデミアに残りたいなっていうのはまだそういう希望はあって、まあ、それが実際にその結構やっぱりすごい大変なことなんで、あのどれぐらい実現可能かは別として、今のところはそういうことを目標に動いてます。ポスドクのポジションやるのって結構大変なものですかね、アメリカで。ポスドク、そうなんですね、僕もポスドク考えて、ポスドク割とそのなんていうんですかね、結構上のポスドクから下のポスドクっていうか、いいポスドクからあんまり良くないポスドクもあって、いいポスドクっていうのが多分あの何のこう教授の研究費に紐づいてなくて
て、なんか大学の公募してポスドクで自由に研究できるポスドク、そういうのは多分難しくて、おそらくその教授の研究費に紐づいてて、あのもう朝から晩まで教授のデータをきれいにするとか、そういう、なんていうんですか、あのそういうポスドクは割とやっぱり、そんなに難しくないのかなという印象なんですけど、まだちょっと、正直これから僕も今調べてるって感じですね。あ、そうですよね。斉藤さんはどうですか、今後のキャリア。僕はまあ、北アメリカあたりでポスドクしようかなと思ってます。で、日本はあの、ポストがあれば、まあ、例えば助教とかのポストがあれば戻りたいんですけど、やっぱりあの日本から来た今ポスドクやってる人とかに聞いても、ポスドクの待遇としてはあんまり日本は良くないっていうことを聞いたことがあるので、まあ基本的にアメリカ、カナダで考えてます。ポスドクをしようかなと考えてます。なんかビザとかは結構やりやすいんですかね、カナダだと。まあ時々問題は聞いたりするんですけど、基本的に降りないってことはないようです。なるほど。阿部さんはどうですか、キャリア。私自身、あの大学中に就職活動していて、あのアメリカの大学に就職しよう、あの事務のスタッフですね、主にあの大学の職員として就職しようと思っていろいろ頑張ってたんですけど、その最中にこのパンデミックがやってきてで、あの採用停止するところがもうとにかく多くて、留学系のオフィスで働きたかったん で留学今みんなできないから、本当にどこの ほぼ受けたところの中で3分の2ぐらいは全部採用停止って感じでダメになっちゃって、で、まあ、結局今日本に戻って昨日ちょうど日本に着いて日本に戻ってきたんですけれども、から留学生はそういった意味でなんか結構あの難しく感じるところはありますね、あの就職活動っていう意味では。ビザの面でもそうですし、特に文系だとアメリカは1年しかその卒業後の、あの就労許可が下りないし、その後はあの H1B ビザっていう就労ビザに切り替えるんですけれども、そのスポンサーシップを得るのが今すごく難しくなってきているので、あ、まあ、あの政治状況とかもすごく関連してるんですけれども、だけどなんか不可能ではなくて、結構やっている教育の先輩でもやっている方が結構たくさん いるんですよね。だから不可能ではないから、やり方はあるし、あの道も必ずあるので、このなんかこういうパンデミックさえなければうまくいってたのかななんてことも思うんですけど、まあそう考えても仕方ないんで、日本でなんか教育の分野で何かしらキャリアを続けたらなっていうのは思ってますけど、まだ未定です。なるほど。一点だけごめんなさい、補足してもいいですか、先言わせてもらうと、はい、これはもう目安にしかならないんですけれど、あの僕船井の財団から奨学金をもらっていて、奨学生仲間までも交流があるんですけど、一つの目安として、あの今10年ぐらい続いてるんですね、奨学金、あの情報革新東大の奨学金が。で、去年ぐらいの段階ではアメリカに留学、 PhD 留学して日本に戻ってきた、卒業して日本に戻ってきた人いなくて、でほぼみんな、例えばあのアメリカの結構名だたるとこ企業に就職してたり、あるいはあと UBC の状況がね、年にやってる方もいますし、あのこの明日東大で登壇したりするんですけど、なので結構で、僕ともう一人多分いない、もうちょっといるかもしれませんけど、あの僕が最初に戻ってきたうちの一人ぐらいのタイミングで、なので結構そんな感じだったりします。だから大丈夫とか、だから厳しいというわけではないんですけど、結構やっぱ皆さんキャリアを開いてるなっていう印象があります。海外で気づかれてる人も結構多いんですね、やっぱ大学院留学すると。なるほど。では皆さん、パネルはこれぐらいにして次のセクションに移っていきたいと思います。 ありがとうございます。じゃあ、説明会のなんかこうプログラムに乗っていた流れは一応ここまでっていう感じにして、で今から質疑応答タイムっていう感じで、みんなでちょっとパネルよりもさらにフランクにインタラクティブな感じに、スライドに来てる質問をどんどん答えていくみたいな感じにしたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。はいはい、それでは行きましょう。まだ200人ぐらいの人が見てくれてすごい。では一番トップからどんどん行こうと思うんですけれども、海外大学院は
奨学金なしではとても厳しい状況なのですが、奨学金選考決定後に実際の出願を開始したいと考えています。奨学金の選考結果はどのぐらい事前に出るのでしょうかという質問なんですけど、これは南出さんですかね。奨学金にもよります。奨学金にも当然よるのですが、例えば、まあ、そのこういった目的、この留学、学位留学を目、大学院の学位留学、特に博士などを目的とするものは、その出願より前に出ます。10月とか11月とか12月とかに出ます。でもそこから始めると遅いので、準備を始めると。なので、もちろんもっと早くから進めていくことをお勧めしますし、なんか1年で終わるものでもないので、準備も結構長くやって、進めはします。なんか出願時に奨学金のアプライしてますっていうだけでも結構いいアドバンテージになったりすることもありますよね。ありますね。うん、モサはもうなんかもう取れそうだみたいな感じで押して押して実際に取っていったみたいなのがいますけど、あんまり真似できる結果ではない。じゃあ次の質問に行こうと思います。出願時に必要な成績についての質問です。日本で修士課程を修了してから、あ、これ斉藤君答えてくれてますね。修士課程でも学部の成績ももちろん必要とされるんですけれども、より直近のものが重視されるっていう答えでした。ありがとうございます。米国の PhD 課程には出願の際に GPA による足切りがあると思うのですが、日本で修士を取ってからの出願の場合、GPA はどこからカウントされるのでしょうか。これも同じような質問ですね。なんか全部分けて出されますよね。全体の GPA と大学院の GPA と専門の GPA とあと全体のみたいな感じで。なので、なんか普通にそれを全部分けて出したり、まあ、出さなかったりもありますけど、っていう印象です。うん、別々に。こう入れるセクションがあるって感じですね。聞いたことある話としては、皆さん多分足切りが絶対あるわけでもなくて、別にその本当に足切りしてないところもあるし、してるかもしれないところもある。あともう一つは、出身の学部がアメリカの PhD 課程に出願をしていて、出身の学部がアメリカではない場合、例えばその東大と北京大学と韓国のソウル国立大学の GPA を比較しようがない、あと足切りが、その足切りどの点数にしたらいいかわからないっていう事情も結構あるらしいんで、特に留学生の場合は、なんですかね、多分まあ、ちょっともし同じところから出願してる人がいて、なんか明らかに違ったりしたらちょっと不利かもしれないんですけど、よく GPA が足りないっていう相談を受けるんですけど、もしかしたら足切りないかもしれないっていう希望は抱けるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。他の人、方がもしかしたら付け出しあるかもしれない。GPA 4.0 だから受かるわけでもないので、あ、ごめんなさい。ちょっと、なので、悪い方も、褒めたくない方も、他ので押しましょう。って感じです。仲良くなったり、SOP で押したり。ごめんなさい、斉藤さん。あ、いえいえ、自分の場合も、GPA そんなに良くなかったんですけど、まあ、その、比べようがないっていう論点で、まあ、で、あと、まあ、どうして、こういう成績なのかっていうのを説明しときました。その提出したときに。どれぐらい聞いたかは分からないですけど、うん。確かにそういうセクションを設けてるアプリケーションも多いですよね。結構ある。何かあれ、うん、あと、斉藤君に UBC の無給インターンにとても興味があるのですが、もし周りにそういう人がいたら教えてほしいですっていう質問が来てるんですけど。これは聞いたことありますね。ああ、一応答えたんですけど、あんまり聞いたことはないかもしれない。うん、あ、でもこれもあれですね、もしかしてそのエクスプレーンとかでコミュニティもできてるので、そこで投げてみたりしたら、もしかしたらやったことある人が入ってきてくれるかもしれないですね。はい、じゃあ次の質問。奨学金、私は奨学金がないと留学が難しい状況です。奨学金を取った皆さんの GPA、 語学試験の成績、奨学金獲得のために重要と思うことなどを教えてほしいですという感じなんですけど、じゃあちょっとまた僕から。これも、奨学金によって結構求める人材が違ったりします。で、結構その絵は、書いてるところもありますし、あと、出願書類から、ある程度見えてくるものもあると思うので、もしくは分からないこともあれば、問い合わせてしまえばいいと思うんですけど、僕がいただいてた船井の場合は、本当に受かる人を、能力がある人を取りたいという感じで。なので、実際のその出願書類もかなり実際の出願、奨学金の応募書類も出願書類に似たものっ
でしたし、推薦状とかも何通も用意するみたいな感じで、なので結構成功法というか実際に受かるような準備を進めているのが一番効くみたいな状態でした。ああ印象があります。それも確認してほしいね、一点ではある、うん。次の質問は英語力を伸ばす方法に関してですね、1日3時間くらいしか時間が取れなさそうですと、どうしたらいいですかみたいな質問なんですけど、皆さん英語どういう感じで、なんか留学前に結構頑張られてましたか？あ、僕の場合でじゃあ話すと、まあ、デニスさんとかも知ってると思うんですけど、割と留学生の友達がいたんで、まあ、そういうところで、まあ、練習台じゃないですけど英語を使う機会があったんで、でもそういうのがない場合やっぱりそういう機会を探っていくしかないのかなと思います。うん、であとはまあ筆記さえTOEFL とかさえ取れれば、まあ行ってからどうにかなるとは思うんで、そこまで心配することもないんじゃないかなと思います。トーフルの勉強ってすごい、なんでしょう、実際に使うようなのに、アカデミックに使うのに沿ってると思うんですけど、ライティング、リーディング、リスニング、スピーキング、なので、あれの対策が僕にとっては結構そのまんま、実際に行った時の対策にもなってました。まあ、僕、どちらかというと、その英語はかなり得意な方だったんですけど、なんかすごく、それをなんか自分の中で本当に、なんていうんですかね、さらにこう一壁越えたなって思ったのが、なんかドラマが好きになって、徹底的にいろんな英語のドラマを見続けてた時期が学部と修士の時にあって、でそれはまあ結構な時間の無駄にはなったんですけど、ただいや結構やっぱ英語力は上がったなって思いますね。特にリスニングに関してはもうほとんどそのネイティブの人と違うないぐらいな感じ。あといろんなそのドラマ見るといろんなアクセントの英語になれるんで、そういう意味でもいいんじゃないかな。確かに。この辺もパネルで触れられた質問はチェックしちゃいますね。文系の、あれでも、この質問、文系の場合奨学金不利になることが多いのでしょうかっていうような質問が来てるんですけれども、おそらくちょっ と、趣旨がもしかしたら違うかもしれないですけど、僕がこの質問から多分こういう意味だろうって思うのは、おそらく日本の奨学金の話をされてるのかなって思うんですよ。日本の奨学金、確かに、例えば理工系なんか日本の財団の奨学金ってその分野指定してるところが結構多くて、で、まあ確かに、文系は、また社会科学系は、応募できる奨学金が少ないかなっていうふうには、思います。ただ、やっぱりその、修士の場合確かにそれは結構問題になってきて、というのも、アメリカとかイギリスに出願したときに、奨学金出してくれる確率が低いからなんですけど、博士課程の場合は基本的にアメリカだと PhD 課程は、奨学金が絶対ついてくるので、ほぼ、まあ、絶対とは言えないんですけど大体の場合ついてくるので、まあ、そこに関してはそんなに不利っていうか不利にはならないかな。そうですね、なるほど。就職についての質問で、インダストリー寄りにするかアカデミック寄りにするかまだ迷っています。しかし専門分野によっては就職のポストがないときに少ないことも予想されます。どのようなリスクヘッジ、骨、資格、データサイエンスなどの需要のある専門にするなどをされておりますかっていう質問なんですけど、これはさっき話してたキャリアケースに向けて在学中にどういうことしてますかみたいな質問ですかね。さっき触れたので、じゃあこれは皆さん大丈夫そうでしたらチェックでいいですかね。あと専門分野とかの、もう僕もそのちょっとあれがあるんですけど、僕もちょっと専門分野を変えて、その理由の一つは確かに就職しやす、もしアカデミックに残れなかった時に就職しやそうかもしれないっていう分野、まあ、たまたまその自分の興味とそれが被ってたんで、まあ、それはいい選択肢かなと思って、例えば機械学習だったりとか統計学だったりとか、そういう分野の選び方もまあ
あるんじゃないかなと思います。確かにそれはいいポイントかもしれないですね。私も、学部時代からその研究スタッフとして働いている時代でも専門というか分野を変更したんですけど、その働いてた時代から PhD でもさらに変更してて、それは私も斉藤さんと同じように将来性がある分野っていうかによったのも大きかったですね。まあ、それが唯一の理由じゃなくて、もちろん自分の興味がたまたまそっちに合ってたからっていうのもあるんですけど、確かにそういう部分もあるかもしれないですね。どういうとこに就職してるのかみたいな情報も出てたりもします。なのでそういうのも要注意する。確かにプログラムによってはそのプログラムのウェブサイトでなんか円グラフみたいなの出てますよね。収支の時点で給料の出る国が知りたいですっていう質問。これはアメリカは、PhD とマスターがコンバインっていうか一緒になっちゃってるプログラムがかなり多くて、もう1年目から必ず全員に給料が出るっていうようなシステムのところがほとんどですね。っていう理解でいいですよね、皆さん。うん、国ごともそうですけど、どうぞ。国ごともそうですけど、やっぱ大学ごと分野ごとの違いの方が大きいなという印象もあります。なんで一つ一つのチェックが必要だと思います。どうぞ。僕が、博士課程に出願したときに、実はその併願で、まあ、どうしてもちょっと外に出たいっていうのがあったんで、修士課程で給料が出るプログラムを何個かピックアップして、そこにも出してました。で、それはどちらともアメリカではなくて、でアメリカでもちょっとあるって聞くんですけど、僕が出したのはイギリスの大学院一つとカナダの大学院一つで、で、イギリスの方は合格をもらえて、それ2年間のリサーチマスター、でプールで奨学金ついてくるよって言われたんですけど、まあ、結局アメリカの方受かったんで、まあ、アメリカに行くかっていう。探せば、まあ、大体世界のどこかでは見つかるって感じ。そうですね、どこの国だと出るとかそういうあれではないみたいですね。これも僕の発表で触れたんですけど、カナダは割と修士でも修士だけでも出るみたいです。確かにカナダのそれアドバンテージですよね。中止の時点の話があるかどうか分かりませんけれど、明日はまた欧州、明日じゃない、その欧州の大学留学説、欧州に大学に特化した説明会もまた同じ流れでやってますので、その辺のあたりもチェックしてみてください。確かに、それはそうですね。また明日からの説明会でもいろいろ触れられると思うので、ぜひチェックしていただきたいところですね。で次の質問は、日本の、これも結構多かったんですけど、日本の大学を卒業する時点で就活はしていましたかっていう質問で、その大学、どこの大学にも受からなかった場合への、こう、なんて言うんでしたっけ、そういうの、それを準備してたかっていう質問ですね。なんかそういうのしてた人いました？僕、就活全くしてないんですけれど、そういうのも含めてM1 で出願するのは、その出願した後にまだ就活のタイミングがあるので、それも一つある種の副業だと思います。木原さんはどうされてました？僕は、ダメだった場合、そのまま日本で研究を続ける予定 だったんですけど、実際になんか結構、なんていうんですかね、まあ次の年にトライしてる方、多分ここでも何人か話あったんですけど、割と、最初の年ダメで次の年トライして受かるっていう方結構知ってるんで、はい、諦めないでいただきたいなって、思います。そのまま日本で今いるところで研究とかを続けるっていうのが第二プランの人がやっぱ結構多いですかね。なるほどなるほど。この次の質問、現在大学1年で海外留学では学科で選択肢が絞られてしまうと聞いたのですが、実際専攻の影響で行きたい大学院に行けないということはありますかっていう質問なんですけど、私個人的には大学院は自分がのクオリフィケーションが示せれば別に専門が違ってもアプライは全然できるっていう理解なんですけど、皆さんどうですかね。そんな感じと思います、はい。あんまりなんかそこで縛られることはない気がしますね。お、GPA の再計算のサービスについての質問があるんですけど、私ちょっと聞いたことないんですけど、これ皆さん聞いたことありますか？ちょっと分かんない。
かんないです、ね。GPA を証明する機関みたいなのがあるっていうのを聞いたことあるんですけど、ちょっとよくわかる。うん、ちょっとわかんないですね。これも今私たち5人ではわかんないので、他のあのエクスプレーンとかのスラックで聞いてみてもいいかもしれない。ああ、どうぞ。多分 WES って言って、ワールドエデュケーションサービスって言って、日本のなんか成績を換算っていうんですか、アメリカの人でも分かるようになんかしてくれるサービスっていうのは結構皆さん使われてると思うんですけど、WES って言うんですけど、まあ、検索してみてください。あ、そうなんですね。私は使わなかったな。もう使ってないです。多分大学によって多分違うと思うんですよ、その評価基準とか評価の仕方とか成績の出方が、うん、だから、まあ、いらない大学の人ももちろんあれば、あの必要な大学の人もあるって言って、あっちそれで勧められたこともありました。なるほど。出願前に指導してほしい教員にコンタクト取りましたかっていう質問も結構多い。絶対取ってください。いきなり、なんだ、何もなしで受かるとってなかなか聞かないケースです。ごく稀にありますけど、まあ、もちろん、指導教官とのつながりが薄いような分野とか、指導教官を取るっていうような分野じゃないと、また話は別だと思うんです。指導教官について研究をしていくっていうところは、お金を出すのも指導教官のプロジェクトだったりしますし、はい、それ、絶対に取っていくことをお勧めします。社会科学系だと基本的に僕の理解だと割とプログラムとのマッチングっていう感じなんで、事前のコンタクトは、必要じゃないところが、まあ、多い印象ですね。社会学だと僕一校だけ、大学に本当によると一校だけ事前にコンタクト取ってくださいっていうところがあって、あとは結構、基本的にあんまりコンタクトしてもなんかしょうがないところが多いかなと思います。でもこれも本当に大学によるんで、大学のホームページ見たりして、って感じですね。僕は1校だけ取ったんですけど、第一志望のところに。そこはその先生からは、今年はアドミッションに関わってないっていう返事が、本当かどうかは分かんないんですけど、で、まあそこは落ちちゃいました。はい、私も実は、特に取ってなくて、生物学系とか医療系も結構そのプログラムとのマッチングっていう、側面が大きいので、でもやっぱり取った方がいいっていう話は聞きました。私はなんで取らなかったのかちょっとよく覚えてないんですけど、取らなくても受かる場合もあるっていう感じですね。でもその本当南出さんの言ったように、プログラムどういうプログラムか、その教官とのマッチングなのか、プログラムとのマッチングなのかっていう差が多分一番大きい感じですね。はい、海外の奨学金の探し方を教えてください。海外の奨学金取った人いますか？取った人知ってる人とかいますか？僕一応すいません。修士の時はカナダ、一応カナダ政府からかな、もらってたんですけど、それはカナダも基本的にカナダ国民じゃないと申し込めないんですけど、そういう奨学金とかもらえないんですけど、でも僕が取ったのはたまたま留学生にも留学生も出願できるやつ で それは、はい、もらいました。でも調べ方は、それは僕がたまたまそのいた研究所のいる研究所のが宣伝してたんで申し込めたんですけど、まあ、基本的にはやっぱり地道にインターネットとかで探す、あとは大学に聞くとか、そういうことなんじゃないかなと思います。海外の奨学金のちょっと、意味によるんですけど、僕今年の9月からは、学内の奨学金みたいなので1年間過ごすことになってて、だから、TA とか RA 何もしなくていいみたいな。で、こういうのはなんか結構あると思うんですけど、割とその来てから、在学中に応募してもらうみたいな人が多いかなと思って、だから日本から来るときには、基本的にはその日本の財団の奨学金をもらってるか、または、受かった大学から、TA とか RA とかで生活をする保障がされてるかっていう、そのどちらかなかなと思います。ちょっと例外として多分フルブライト奨学金があって、これはもしかしたらその海外からの奨学金っていう部類に入るかもしれないんですけど、ちょっと特殊なのかなと思います。なんか海外、例えばアメリカとかカナダとかで留学生でも
アプライできる奨学金とかもあるとは思うんですけど、結構やっぱ競争率上がりますよね。斉藤さんどうですか？やっぱそうですよね。一番いいやつがバニエ奨学金っていうのがあって、それはもうめちゃめちゃ、それは全員に開かれてるんですけど、めちゃめちゃ競争率は高いみたいです。ヨーロッパと比較して北米の大学院はの良さは何でしょうか？これじゃあヨーロッパの、あ、どうぞお願いします。結構僕割とどっちにしようか迷った時期もあったんですけど、結構もしかしたら分野によって違うのかもしれないんですけど、社会科学系だと北米っていうかアメリカはそのやっぱ5年間あって、最初知識の詰め込みがこうかなりあるっていう感じですね。だからそれがしたければアメリカで、逆にその最初からもう研究をどんどん開始するっていうのがヨーロッパの印象で、そういうそのスタイルが良ければヨーロッパなのかなって、ちょっとざっくりした説明ですけど、あとやっぱりアメリカの方が資金面で充実してる可能性が高いかなっていう印象もあります。なるほど、ありがとうございます。次の質問、出願から入学までの過程に実際に面接等で渡航は必要になりますか？金銭的不安があるので聞きたいですということなんですけど、これちょっと私も皆さんに聞いてみたいんですけど、基本的に渡航費出るっていうイメージだったんですけど、私は面接に関しては皆さんどうですかね？面接で行かれた方、自分で払わなきゃいけなかったっていう人いますか？キャンパスビジットに呼ばれるやつは出るはずです。僕もそれ呼ばれてないんですけど、呼ばれてないのは言ってないんですけど、周り見てるとそうですね、お金出てきてるっていう人がいっぱいいると思う。多分それ以外に実際に自費で渡航して会うみたいなことをやってる人もいて、そういった場合はでも自費なので、でもそれは別にマンダトリーじゃなくて義務ではないですし、必要でもない、うん、面接は社会学だとほとんどないし、ある場合でもオンラインで、受かった後にキャンパスビジットに招待されるっていうのはあります。だから多分ちょっと違う、文脈が違う。で、その招待される場合は出る、渡航費出るってこと？招待される場合は、ただ、全額が、日本からの場合全額が出るわけじゃなくて、ただ僕アメリカで2校受かってたんで、その2校をどちらからも、もらって日本のお金、日本からの渡航費になるみたいな感じ。うん、はい、いいですか？はい。高等教育の分野だと、そのグラジュエートアシスタントでお金をいただいて、学費とかをカバーしてもらうっていうのをためにグラジュエートアシスタントっていうのがあるんですけど、それでインタビューデーっていうものがあって、私は落ちたんで行けなかったんですけれども、それだとなんか 1日から2日にかけて大学院にその選ばれたキャンディデート候補者たちが集まって、もう各いろんなオフィスともインタビューしまくるっていうイベント、うん、一種のイベントみたいなのが あるんですけれども、なんか多分留学生とかだとオンラインで可能になるかもしれないんですけど、大学によるよってはそのちゃんと大学まで来て、その各オフィスのインタビューをこなしてください。そうしないとお金がおりませんよっていうのは聞いたことありますね。なるほど。カナダではどうでした？面接ってか、ここありました？自分の場合は出願後にオンラインでその指導教官になるであろう人と話して、でいざ受かった後にはい、お金出してもらってキャンパスビジットみたいな感じで、みんな集まるときにそういうイベントがあって、でそれで、はい、来た感じです。でその時にもう一回なんか、まあ、面接じゃないですけど面談みたいな、でどういう研究がやりたいかみたいな、そういう具体的なことを話したりとか、そういう感じです。なるほど。じゃあ次の質問、一応デニスさんって書いてあるんですけど、これ多分みんなやっぱ教授への教官へのメールってしたことあると思うので、なんかみんながどういうアピールポイントを使って、なんかそのファーストコンタクトをメールでするときにどういうことをなんか気に留めているかみたいなのを聞けたらいいかなと思うんですけど、私の場合はやっぱ数分でできるだけ短く自分のアピールポイントをまとめて、どういう研究をやってきたか、なんで今やりたいと言ってることをやりたいのかっていうのにして、で必要があればもっと深く見れるように必ずなんか履歴書を添付しておくみたいな感じだったんですけど、皆さんどうですかね？教科書に書かれました。
紹介してもらい、その人に直接メールするんじゃなくて、第三者で自分が知ってる人で、その人を知ってる人にうまく紹介してもらえるように、まあ、行きましたね。まあ、結局そこはダメだったんですけど。いいアプローチ。2つですよね。あと、なので、ほとんど付け加えることないんですけど、出願するつもりなので、よろしくお願いしますみたいなのはいらないです。なので、メールするなら、こういう研究、やりたいと思ってるんですけど、どんなのがありますかとか、そういうのも具体的に話を進めていくようなのがいいと思います。なんかすごいいっぱい質問が来てて、どれからやったらいいのか、あれなんですけど、皆さん、質問見られてて、なんか目に留まったやつとかあったら、どんどん出してもらって大丈夫なんですけど。ちょっと目に留まった、一番上に上がってるやつなんですけど、はい、なんか結構、時々突然メールとかで学部がどこどこで、例えば東大じゃないけど大丈夫ですかっていうような質問を時々もらうんですけど、基本あんまり日本のどこの大学かっていうのはそこまで大きく関係ないんじゃないかなっていうのが自分の印象で、正直多分あんまり日本のどこの大学が例えばその日本でいいと思われてるかってアメリカでそんなに知られてない気はしますし、あんまり気にされることはないんじゃないかなっていうのが、はい、僕の個人的な意見です。私もそう思います。はい、結構こっちでニューヨークでもいろん なんか大学院生の方にお会いしたんですけれども、本当に出身校は本当にバラバラでしたね。地方の大学のから来たっていう人もいましたし、例えば奈良とか京都とか、あとはもちろん東京圏内の私立の大学行ってたっていう人もいますし、だから私も本当に気にしなくていいと思います、ね。やっぱり中身が重要かなと思って、英語のスコアとか GRE とか、あと研究計画とか、あとはパーソナルステートメントエッセイとかですね。補足でブランド名で判断されるというのはほぼないと思います。そういった意味で皆さんもおっしゃっているように気にしなくていいと思うんですけど、どういったメリットがあるのかというか、どういった違いがあるのかといえば、おそらく何でしょう、今まで出ているように出願先の人が知っている人から推薦状をもらうとやっぱ強いみたいなのがずっとお話できていると思うんですけど、そういったなんかいろんな人にアクセスしやすいのが多分結構旧帝大だったりだと思うので、そういった点で考慮すればいいのかなと思います。自分の出身大学によらず多分いろんな研究者の方とある程度研究を進めていればコンタクトを取れていると思いますし、コミュニケーションも取れると思いますので、そういったところの戦略がむしろ意味があるかなというふうに思います。安倍さんに教育系の Facebook グループの名前を知りたいですって質問が来てて、あ、でも答えられてますね。はい、答えられましたね。これがなんか一番大きいグループです。分かりました。じゃあ今見ている方で興味ありましたら、安倍さんのレスポンスのリンクをクリックしていただければ飛べるようになってます。交換留学では留年されましたかっていう質問が来てるので、私はしたんですけど、他の皆さんはどうでしたか？僕もしました。学部時代の交換留学の話ですよね。はい。あ、はい。もしました。僕、夏だけなのでしてないです。1ヶ月ぐらいなので。夏休みの間に行ってきました。僕の場合は、サマースクールが1回と、あと、研究の留学が1回で3ヶ月ぐらいずつだったんですけど、まあ、最初のサマースクールが一番きつくて、その時は留年しないために、日本の授業とそのサマースクールの授業を同時にやったりして、割と努力して留年は回避しようとしました。なんか有料の大学院出願のコンサルティングやカウンセリングサービスを受けましたかっていう質問が来てて、これされた方いますか？してないです。みんなしてないですかね。したっていう人を知ってる人はいますか？知らないですね。あんまり聞いたことない。なんか、MBA とか LLM とかだと結構利用してる人は聞くんですけど、私の周りでも。けど、他っていうのは大学院では結構みんな自力で出願されてるイメージがあります。確かに、私も MBA では聞いたことがある気がするけど、うん、割とオンラインにリソースはやっぱありますよね。学位留学の場合だと。今、無料のリソースも、それこそエクスプレインも、いつもいろいろ。学生課もいろいろ出してますし、あと分野によっての違いが結構大きいものでもあるので、
そういったむしろそういったのを利用するよりは直接自分の先輩とかあるいはそういこういった会を通じて見つけた先輩などにコンタクトして質問するっていうスタイルが多いでしょう。なるほど。ちょっとじゃあ一応あと5分ぐらいで終了をしたいと思ってるんですけど、今登壇者の皆さんぜひあの質問をバーって見ていただいて、なんか答えたいものがとか目に留まったものがあったら最後の時間を使って出していただけますかね。あ、一個いいですか。あの、はい、アメリカやカナダの規模が日本のと比べて大きいのでしょうか。研究なら日本より海外と言われる方も多いんですが、そんなに分からなくてという質問がちょっと目に留まったんですけれど、あのこれ結構一概に言えなくて、日本でもすごいいい研究室たくさんありますし、日本でもできるってところもあります。むしろ例えばアメリカとかカナダもそうだと思うんですけど、それこそ強いポイントっていうのは、あの東大クラスの研究室がとか大学が多分いっぱいあることなんですね。だから各々いい自分の分野の純粋に選択肢が広がるというか、自分の分野でやってる人がたくさんいます。いろんなところでやってるし、その中から選べるっていう意味で全体で選ぶと、そういうところを選ぶっていう人が多いたくさんいらっしゃるのかもしれません。そういった意味で結構フラットにいろんなところを選択肢から見ていただければなと思います。うん、確かにそんな気がします。なんか他に気になった質問とかありますかね。あ、いいですか。はい、お願いします。質問で、出願を機にあの分野変更するときにあの SOP や奨学金申請のストーリー作りアピールで気をつけたことを教えてくださいって、多分触れてないと思うので、なんか皆さんあれば。そうですね、私も分野変更だったんですけど、例えば私の場合は、その働いてた時代は結構生物学寄りのことをしてて、で大学院に申請するときはもっと医療寄りで、もっと情報学寄りな、なんかコンピューテーショナルな方にあのチェンジするっていう変化だったんですけれども、 SOP に関してはそうですね、なんか本当それこそストーリー作りっていう言葉がすごいバッチリだなって思うのは、そのなんかうまいストーリーを作る、説得力のあるストーリーを作るっていうのがすごい大事で、それもなんかいろんな人に添削とかしてもらったんですけれども、最終的にはなんかその生物学の研究をしていた時にいろんななんかあのなんていうの、参加したセミナーみたいなので、より医療分野に近い生物学のセミナーを聞いてた時になんかすごくエキサイテッドになったっていう話と、それに加えて自分の研究プロジェクトでちょっとなんかコンピューテーショナルな情報学寄りの分野をプロジェクトでやってて、それがすごく楽しいっていうか自分が興味があるような分野だったっていうようなストーリー作りをしてて、そうなんか取っかかりを見つけてそれでストーリーを作るみたいなのが大事な気がしたんですけど、どうですかね。自分の分野じゃ、あ、その同じ分野じゃないけど大丈夫かっていう発想が多分結構そもそも間違ってると思っていて、あの本来、あ、だからレンさんがおっしゃった通りなんですけど、いかにストーリーを作るかなんですけれども、本来多様性ってメリットなの で、その分野の出身者っていっぱいいる中で、じゃあ違う分野の人が違う分野のが経験をしたからこそ取り入れられるものって絶対あるはず で、そうすると他の人にはないすごく長所になるじゃないですか。でそれを見つけて自分を売り込んでいくので、逆に長所にも転換できるので、それをいかにうまく売り込むかなと思う。自分から発想を切り替えてって言っていただければいいなと思います。なんかそういう視点を持ち込めます、ここの分野にみたいな売り方も結構ありますよね。あと違った視点を持ってこれますみたいな。なんか他に目に留まったやつとかありました？なさそうかな。まあ時間も時間なので、じゃあこんな感じで終了ということにしますかね。一応なんかあの今日寄せていただいた皆さんに寄せていただいた質問はあの残るので、今後なんかあの、まあ、米国大学院学生会もそうですし、エクスプレーンとかいろんなプラットフォームを使ってそういう質問に答えていけるように、あの残りの質問の分もどんどん頑張っていくので、ということで、ではじゃあ皆さん本当にあの今日 YouTube ライブ、あ、どうぞ、すいません、終わる前にあのアンケートの方を表示して、あ、そうですね、わかりました。ちょっとじゃあ、あ、でもスライドはさっきシェアしたので、一応皆さんその今 YouTube 見ていただいている方は概要欄のもう本当一番上みたいなところに、質疑応答のところの下ですねに、事後アンケートにご協力くださいっていうリンクがあるので、ぜひ今そちらをクリックしていただいて、
今後の説明会を開催してオーガナイズしていく上でも皆さんのフィードバックとても大事なものになるの で今回は特に初めてのオンライン開催ということで皆さんのフィードバックぜひ聞きたいとみんな思ってると思うのでぜひ事後アンケートにご協力していただけますと助かります。よく助かります。まあ、今できればピックしていただいて持っていただければなと思います。そうですね。なんか他皆さん最後付け加えたいことなどありますか？ OK ですかね。では本当に今日見ていただいた方は本当にありがとうございました。皆さんまた大学院留学志している方も多いと思うんですけれどもぜひ皆さん頑張っていただけたらと思います。では終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。